皆さんこんにちは、樋口和彦です。皆さん早いですね。もう私がこれ YouTube 出してもう14ヶ月になったんですよね。去年の3月、1年前3月やとして、その前、まあ2ヶ月前からもやってて、もう14ヶ月ぐらい経ったんですよね。早いですね。それでまた春がやってきましたね。それ今年の冬はかなり寒かったですね。私も、まあ、週にね、まあ2回ぐらいは出かけとって、まあ家にいない時もあったんですけど、それ以外は、まあエアロバイクをこいで歌いまくったりとか、まあフルートを吹いたりとか、まあ音楽を大音量で聴く、クラシックを大音量で聴くっていう趣味があるんですよね。まあ音楽はね、まあクラシック以外にもいろいろ聴くんですけど、そういう風に時間を過ごしてきたんですけど、あとは、その時はだから家にいるっていうことなので、やっぱりね、暖房をね、やっぱりバンバン使いますから、電気代の方もね、結構かかりましたね。まあ、お父さんに、まあ、電気代ちょっと値段聞いたんですよね。で、12月は、電気代が2万7千円ぐらいいって、で、1月は2万6千円で、それで、2月は2万3千円らしいんですよ。それで、まあ、ちょっとね、私の知っとる東京の友達の人に言ったら、そんな熱こたんかって言って、うちはそんなもんな、お金いるで、そんなもん使いやんわ、とかって言って、あんまり暖房つけとらへんわって言って。それで、僕は今払っとるけど、家賃も高いし、まあ、電気代とかガス代とか、水道代はやっぱり削らなあかんでって言って、電気代はなんか4000円か5000円って、なんか言ってましたね。まあでもですね、ちょっとですね、今日はこういう話ではないんですよね。まあ普段、私、まあ、名古屋の方によく、週2日ぐらい出かけるんですけど、で、今日はちょっとね、名古屋のお話を、ちょっとざっとしていきたいなと思っています。それでね、私が、どういうところで食事をしたりとか、まあ、どういうところに、まあ、遊びに行ったりとか、ぶらりしとるとか、まあ、どういうものが、電車の話とかもちょっとしたいと思います。で、まずはですね、私の、食事、どういうものをね、どういうところで食べに行ってるかっていうお話をしたいと思います。まあもしね、値段とかちょっと間違ったら、イメージが間違ったら申し訳ないんですけど、まあ私の分かる範囲でお話ししたいと思います。まず最初はですね、名古屋のゲートタワーモールのお話をしたいと思います。それで、よくゲートタワーモールでよく食事に行く、立ち寄る店は、まあよくね、チャオっていうあんかけスパゲッティっていう店があるんですよ。名古屋の有名な。で、チャオっていうあんかけスパゲッティっていうのは、新幹線の方の太閤通りっていううまいもん通りと、このゲートタワーモールのこの12階、ゲートタワープラザっていうんですけど、12階、13階のこと。で、その12階にも、このスパゲッティハウス、チャオっていうのがあるんですよね。名古屋のあんかけスパゲッティ。で、前はね、そこでも食べとったんですけど、なんかね、ちょっと物足りやんなと思って。それで、もう一つね、名古屋駅に、私的にはね、もうちょっと美味しいね、あんかけスパゲティの店を見つけたんですよ。それがですね、名古屋駅の、エスカの方に、マメゾンっていうのがあったんですよね。で、マメゾンのあんかけスパゲティは美味しいなぁと思っとったんですけどね。それで、辛口でいいなぁと思っとったんですけど、なんかそこはね、メインは急にリニューアルオープンされたんですよね。リニューアルしてしまったんですよ、去年。去年ね、一時その、名古屋とかも全国のでもそうやったんですけど、5月頃とか6月頃って結構店を休んどったんですけど、そこも店休んどって、それで、いざね、また店開店し始めたら、あんかけスパゲティがメニューからなくなっとって、それに肉屋に変わっとったんですよね。もうあれはびっくりしたんですけど、マメゾンって結構あんかけスパゲティで有名って YouTube ではよく言われてるんですけど、なんかね、その経営のなんかで方針かなんか多分経営が悪くなったんでしょうかね。それで、マメゾン自体が、まあ、レストランが星ヶ丘にもあるって言ってるんですけど、星ヶ丘は、まあ、あんかけスパゲティの扱いはないみたいですけど、
それで名古屋のエスカに豆ゾーンっていうのがあって、そこであんかけスパゲッティの店があったんですけど、ガラリと変わりまして、なんか肉屋に変わってて、それ聞いたら、あの、あんかけスパゲッティはもう終わっちゃったんですよ、とかって言われて、それで、その豆ゾーンのあんかけスパゲッティって、結構有名なの美味しかったんですよね。それがなくなってしまって、私は本当に残念やなと思ってね、もう、それで、復活する様子ももう今のところないみたいですね。それからですね、まぁ、ちょっとですね、私もブラブラって言うと、名古屋ちょっとブラブラありとって、で、名古屋の切手っていうところがあるんですよ。名古屋切手。まぁ、日本郵便とかも言うんですけど、名古屋切手っていう、東京にも切手とかあると思うんですけど、まぁ、その部類の系列の、商業施設。それでまあレストランとかまあちょっとショップとかがちょっとあって、あとはそのオフィスビルみたいなとこなんですけど、そこの地下にあんかけスパゲティ横井っていうのがあるんですよね。それでそこのあんかけスパゲティ横井、7月頃旅に行ったんですよね。それでそしたらね、それがスパイシーでね、ちょっとピキッとしとって、まあそれはもう大人の味なんですよ。それ私にはね、そこはね、美味しいなと思って、それであんかけスパゲティチャオが、なんか、名古屋駅が有名とはよく言われてるんですけど、それでこの横井、まあこの切手自体も、まあ3、4年前にこの切手というのが建ったらしいんですよ。それで、そこのね、切手の地下の店っていうのはちょっとね、観光客はちょっとわかりにくいところなんですよね。私もね、場所をちょっと説明しにくいんですけど、そこがね、まあ、あんかけスパゲティの元祖と言われてるらしいです。それで、栄とかがなんか本店があるそうです。ね、おしゃれな店ではないんですけどね、ちょっと地味な店なんですけど、ちょっとわかりにくいんですけど、味は本当にその昔ながらの味がするあんかけスパゲティです。まあ、値段もね、そんなには変わんないです、めちゃくちゃは。それでね、そこの、まあ、横井のあんかけスパゲティを食べたら、それで、スパゲティハウスチャオのあんかけスパゲティの店が、まあ、ゲートタワーモールのゲートタワープラザ12階と、その太鼓通りの、その、うまいもん通りにあるチャオなんですけど、そこはね、甘口やもんで、それでなんか、で、この間もちょっと一回食べに行ったんですよ。そしたらね、やっぱりなんかね、物足りなかったですね。それ辛くなかったんですよね。それで、まあ、チャオね、まあ、うちの親すごい美味しいって言って、チャオ行った時は、うちの親は、なんかおかしいんですけど、その、ナポリタンしか食べないんですよね、鉄板の。なんか不思議なんですよね。それしか食べないもんで、おかしいなーって思ってますけど、まあ、年飛んでそうなんかなと思うんですけど、私的にはその、あんかけスパゲティチャオは今はもうちょっと物足りないですね。それで皆さんね、その横井、まあ、これから名古屋に観光に来られる方ね、横井のあんかけスパゲティは、名古屋駅の切手の地下にありますので、で地下には、あと、宮きしめんっていう、きしめんのね、まあ、名古屋の名物なんかな、で、こんな、なんか、ぺちゃっとしたようなね、まあ、うどんのことをきしめんって言うんですけど、そこがなんかあるそうです。それ私は食べたことないんですけど、そこも結構有名と言われているみたいです。それそこはね、いろんな店が20軒ぐらいね、その切手の地下にもあります。またね、行ってみてください。あとですね、またゲートタワープラザのこと、12階、13階に戻るんですけど、スパゲティハウスチャオの隣にね、銀座天牛っていうのがあるんですよ。で、銀座天牛っていうのは、まあ、名古屋の店ではないんですよね。で、銀座天牛っていうのは、銀座ってついてますから、東京の銀座が、まあ、なんか本店にありまして、で、東京ではね、もう6店舗か7店舗ぐらい店を構えてるんですよね。それで、まあ、そのゲートタワーっていうのがね、ゲートタワーモールが、5年前にできた時に、この、銀座天牛というのが来たんですけど、で、その銀座天牛も結構美味しいんですよね。で、そこは美味しいです。で、そこの目玉っていうのは、バナナみたいな餃子っていう風に言われてる餃子が美味しいです。で、餃子は、まあ、8個でね、
1200円です。なんか、高い感じするんですよ、なんか。でもね、大きい餃子がね、8個乗ってるんですよ。大きい餃子が。どれぐらいかな、これぐらいかな、わかんないですけどね、ちょっとね、ここでは表現できないんですけど、まあ食べに行ってもらって、あとホームページ。まあホームページもなかなかわかんないですかね。まあ実際行ってください。それでね、まあ8個、でっかい餃子が8個乗っていて、まあ1200円なんですよ。で、それがね、結構美味しいんですよ。それがね、もうここら辺で、鈴鹿、私住んでますけど、鈴鹿にもない、まあどこにもないようなね、それは味なんですよ。それで、まあそこのね、銀座天竜のその目玉は、餃子って言ってましたね。餃子の8個入り1200円なんですけど、ランチがありまして、ここはランチがあるんですよ。それで、ここはランチが、まあ、普通、平日のランチだと思うんですけど、まあ、11時から15時までありまして、その餃子の、まあ、餃子ランチを頼むと、ちょっとした漬物と、あとご飯がついていまして、それご飯が食べ放題。まあ、おかわり自由ってことなんですよね。だから、サラリーマンとか、ビジネスマンの方とかがよく食べてますね。だから、時間としても11時から15時なんで、でね、ここはね、結構人気ありまして、平日の昼は本当にね、並んでることもあります。それ実際ね、その土日はもっと並んでます。土日はランチあってないんですけどね、ランチあってなくてもここは満員で、それここはですね、餃子以外にも、関東麺っていうラーメンがあるんですよ。ラーメン。それそのラーメンも、まあ、なんかね、ちょっと説明できないんですけど、そこら辺がないようなラーメンなんですよ。それで、まあ、あっさりしとるけど、味は結構しっかりしとるっていう。それ、具もね、なんか、うずらとか、なんか、わかめのような、なんて言うんですかね、なんかよくわかんないですけど、本線でいろんな野菜が入っとって、美味しいんですよね。それ、海鮮みたいなね、まあ、イカとか、タコみたいなもんちょっと入ってるんですよ。で、それがね、結構美味しいんですよね。で、味はね、そんなめちゃくちゃ濃くはないんですけど、そこは美味しいです。で、銀座天竜は、まあ、その餃子と、それ関東麺はまあ1100円なんですよね。それで、あとですね、エビマヨネーズっていうのもなんか有名みたいです。エビマヨネーズはね、まあ1700円ぐらい値段するみたいですね。あとは、チャーシューチャーハンっていうのも、まあ、人気商品っては言われてますね。まあ、私個人的にはね、その餃子と関東麺がまあ一番好きです。あとですね、そのランチの時なんですけど、まあ、餃子ランチと、あとエビチリランチっていうのもあります。それであと、野菜と鶏肉の炒め物のランチもあります。それでこの3種類があって、まあ、すべてご飯が、ま、おかわり自由っていうことなんですよね。まあ、私的にはね、まあ、3種類とも食べたんですけど、まあ、野菜と、まあ、鶏肉は、ま、どこでもありような味かなって思いましたね。エビチリはね、辛くはなかったんですけど、結構美味しかったんですよね。それで、あんだけの結構エビの量が入っとって、確かね、1100円か1200円で、ちょっと値段忘れたんですけど、1000円ちょっとぐらいで食べれますね。それご飯おかわりで。で、エビチリも、結構ここ美味しいです。それでこの銀座天竜は大人気ですよ。それで、あと次はですね、よく食べに行く店は、日本橋三代目、日本橋三代目の大名軒っていう店とかも最近よく食べに行くんです。それでそこのオムライスが美味しいですね。オムライス。それで、オムハヤシっていう、で、まあ、林ライスが乗ってるわけじゃなくて、そのオムライスに、林ソースが、まあ、乗っとる感じが、やっぱ一番美味しいですかね。それで、ここはね、大盛り、言うたら100円払ったら大盛りにすると、割とボリュームあります。で、大盛りにしないとね、私は、ちょっと食べた気しないんですよね。せっかく美味しいのに、美味しいって分かり始めた時にもう終わっちゃうので、私はまあ最近ちょっと聞いたらなんか大盛りができるってことなので、まあ大名軒ってものすごいね有名な店らしいんですよね、この東京とかでは。
で、東京でこの名古屋に、だからまあ初めて来たみたいですね。だからそのオムライスとハンバーグのセットとか、オムライスとかカキフライとか、オムライスとかエビフライとか、あとオムライスと、何やったかな、オムライスか、オムライスとオムライスって言ったらなんかおかしいですけど、あと、あれですね、ドールキャベツとかも単品でありました。それそのほかね、いろいろ単品ありましたね。他ちょっと食べたことないんですけど、まあ、私が食べたのは、まあそこのオムライスとか、カキがついたやつとかね、カキフライ。それで、あとはそのハンバーグがついたセットとかもあります。それでね、ここも結構美味しいですよ。それで、値段がね、ちょっととね、やっぱりこの鈴鹿とか三重県に比べてちょっと値段高いんですけど、まあ基本的にね、まあ大盛りで食べると大体普通のオムライスだったら1400円ぐらいかな、大盛りで食べなかったら1280円とかって書いてありましたね。まあ名古屋やったらまあこれぐらいの値段が普通なのかなって思います。1500円とか1000円っていう値段は。それでね、まあ結構ね、大盛りにするとボリュームあります。このね、日本橋三代目大名軒は、もう、名古屋の店ではないんですけど、名古屋に来て、人気が、ある店です。あと、釣りのね、店はですね、お寿司ですね。お寿司って聞いたら皆さんなんか高いって感じするでしょ？なんか。で、名古屋のそんな、ゲートタワーの12階に寿司屋があるってなんか聞いたら、なんかすごい高い感じがするじゃないですか。それがね、全然違うんですよ。それネタがね、でっかいんですよね。一つ一つのネタが。それで2420円のセットが一番おすすめなんですよね。なんとか特選やったかな。そういう名前のものがあるんですよ。名前間違ったら申し訳ないんですけど、それ2420円のとこにネタがだいたい、まあ、12個かな。12個か15個ぐらい載ってるんですけど、ちょっとアバウトなこと言って申し訳ないんですけど、それで、トロとか、乗っとるのかな？トロとか中トロだけかな？トロとか中トロとかも乗ってまして、それイクラとか、ウニとかも乗ってるんですよ。ちゃんとしたやつが。ちゃんとしたやつですよ。それウニとかね、その軍艦みたいなやつは、まあ普通の大きさなんですけど、そのね、まあ言うとったさっき言ったマグロとか、まあ中トロとか大トロとか、他のネタは、結構特大サイズなんですよ。で、あれを、まあ、地元の鈴鹿で食べようとしたら、あれは5000円ぐらいのね、価値のある寿司なんですよ。お寿司なんです。その2420円のやつは。で、そこはね、それで、すごい新鮮なんですよね。で、メニューとかもね、たくさんあります。それで、マグロ尽くしっていうのもありますよ。で、マグロ尽くしはだいたい3000円ぐらいするんですけど、それはまあ中トロ、大トロ、赤身が乗っとったりとか、あとネギトロが乗ってるんですよね。それも私食べたことあるんですけど、それも美味しいんですよ。で、ここはね、まあ味噌汁がついとって、そのメニューによってですけど、その特選をその2420円の取ると、カニ味噌のサラダがついとって、それで味噌汁がついてるんですけど、それで、あと、茶碗蒸しもついてます。それ、味噌汁は、おかわり自由なんですよ。それに、それと、お寿司の、まあ、ご飯なんですけど、まあ、軍艦はちょっと大きさはね、決まってるので変えられないんですけど、ネタのね、下のご飯を、まあ、台にしたり、特大にしたりっていうのもしてくれます。それは別にお金はいらないです。まあ、特大に渡しして、なんかね、まあ、ご飯だけの味がなんかして、なんかネタの味がしなくって、わあ、特大なんか得やけど得じゃなかったなとかって思ったことあったんですけどね。それで、なんかもったいないことしたなと思って、もう今度からもう大にしてるんですけど、まあ大やったらまああれかなと思うんですけど、まあちょっとね、大盛りちょっと食べたいなっていう人にはまあ特大がおすすめです。それで味噌汁も、それもおかわり自由なんですよね。ここも、この緑寿司っていうのは、まあ、東京に店がなんかあるのかな？東京行ったら店が何軒かあったみたいですね。で、まあ、渋谷やったかな？
渋谷の方やったかの店舗はなんか回転寿司の緑寿司があるそうですね。それでこの名古屋の緑寿司っていうのは満員なんですよね、いつも。いつも満員なんです。それで、まあこれはね、土日とかね、昼とかも夜はもう最悪なんですよね。本当にもう、まあいつやったかね、年末聞いた時、150組いますっていうのは言われたんですよ。150組っていうのは、まあ一組にまあ3人とか4人とかおる場合もあるから、もっと人がおったんやったら、それ聞いたら、まあ時間はこれ何時間ぐらいかかりますかって聞いたら、いや、3時間ぐらいは待ってもらわなあかんかわかりませんって、それ以上かもしれませんって言ってましたね。それはね、4時か3時頃って言ってましたね。年末の4時か3時頃でした。それでまあ年末にね、私は寿司を食べて、その年をね、終えようかなと思ったんですけど、それはもう無理やって、それもう無理だったんですよね。12月の23日ぐらいからもうね、もういっぱいって言ってました。20日ぐらいからいっぱいかな。言ってましたね。それでもうすごい人で、来たらもう何時間もかかりますよって電話で聞いたんですよ。それ予約とかも、まあ普段の平日はできるんやけど、この年末はできませんって言われて、まあこの年末はこのもう寿司を諦めたんですけどね。でもネタもね、本当に大きいし、それすごいサービスもね、いいお店なので、それで他のね、サイドメニューとかいろんなメニューとかもこれあるんですけど、すごいお得なものなんですよね。焼き貝とかもなんかあるみたいですよ、なんか。まだ私その食べたことないんですけど、このホームページにも載ってます。この緑寿司っていうのはものすごいお得ですね。で、名古屋の駅って言ったら、まあ他のとこ、まあお寿司屋さんとかまあ5、6軒ぐらいあるんですけど、言うとあれですけど、他の店は、なんか観光鳥が鳴いてるような感じですね。ちょっとなんかちょっと寂しそうな感じのね、店屋ばっかりになっちゃったんですよね、ここができたもんで。でここはだから平日でも、昼も夜もちょっとね、急に行ったらちょっと難しいですね。まあ平日は予約ができますので、まあ1日前とかね、2日前にまあ予約し、1日前だったら当日はできないんですね。1日前とか2日前だったらなんか予約できるんで、私も3日前に予約して行ったんですけど、やっぱりね、満員でしたね。予約しとけば、ちゃんと入れると思います。で、予約はいっぱいあったら、もうどうにもならないんですけど、そういう感じです。で、まあ、あんな緑寿司みたいな、あんな得な店は、ないですよ。で、まあ、このね、まあ、ゲートタワーで、まあ、お得で、まあ、この美味しいものっていうのは、まあ、これぐらいですかね。いっぱいね、店あるんですけど、やっぱりね、流行ってるとこと流行ってないとこの格差がね、すごい激しいですよね。で、店はね、一応レストラン街としては日本一とも言われてるみたいですよ。まあそのできた時は日本一だったらしいですけど、今はちょっとどうなってるかわかりませんけど、5年前の話なんで、それできた時は、そこのレストランは日本一と言われています。12階、13階ですね。あとですね、次、場所を移りまして、大名古屋ビルジング。大名古屋ビルジングっていうのがあるんですけど、それで大名古屋ビルジングで、まあよく旅に行くっていうか、まあたまに旅に行くんですけど、まあ本当のたまになんですけどね、高いは行けないんですけど、ひつまぶし備長っていう、まあ名古屋備長ともよく言うんですけど、ひつまぶし備長も1回だけ行ったことありますね。まあでもね、もううなりも、ね、まあこれ三重県で食べたら、1匹半で、まあ5000円食べるんですけど、5000円ぐらいで食べれるんですよ。5000円っていうかね、四日市。三重県の有名な四日市でうなせいっていううなぎ屋があって、そこはね、まあうなぎ1匹半でだいたい4700円って言われてますが、三重県ではね。それでまあこれ名古屋で食べるのはもううなぎ1本はだいたい5000円するんですよね。
それでこのひつまぶし備長、まあ全国的にね、まあ今有名になっていて、店はもう名古屋だけじゃなくて今東京とか大阪にも店舗を構えてるんですけど、12店舗ぐらいあるそうですね。それでまあ私も1回だけ食べたことあります。1回だけ、去年の5月に1回だけ食べて、なんかね、美味しいんかな、よう分かんなかったですね。まあうなぎは美味しいような感じしたんですけど、またね、また予算がついたら行こうと思ってます。行きたいですけどね、しょっちゅう。それでまあ1回の食事に5000円もかかったら、なんかねびっくりするじゃないですか。なんかでさっきのお寿司のね、緑寿司やったら2400円か2500円でお腹いっぱい食べれるけど、それでうなぎ屋でね、これ食べて5000円食べてもなんかね、いっぱいにならないんですよね、お腹が。だから美味しいやけど、なんかちょっと物足りやんっていうかね。まああのね、まあ中へ来たらひつまぶしやとかってね、食べに行くと思うんですけど、この備長はね、なんか高いとかって噂もあるんですよね、人から聞いて。それで観光客の人がその備長行って、店員に言うんです。で、らしいんですよ。ここにも安い店あるかとかって言われて、で、店の人は、答えられませんとは言えないもんで、こうやって言うたらしいです。丸屋さんの方がちょっともうちょっと値段お安いですよって言って言うらしいです。で、なんで店屋の人がそうやって答えるかっていうと、店屋の人に聞いたら、答えないとかわからないとか言ったらお客様がご機嫌が斜めになるので答えるしかないんですよとかって言うて言ってました。まあもしかしたらね、そのうなぎの備長のね、備長の店の人は客が一人ぐらい混んでも儲かるやろとかって言うて、まあ強い意気込みをもしかしたら持ってるのかもしれませんね。でまあこのひつまぶし備長、ひつまぶし備長という店は、まあ、名古屋駅に2軒ありまして、大名古屋ビルジングと、あとエスカ地下街、あの新幹線の方にあります、エスカ地下街の2軒あります。それとね、もう一つ言うとったら、さっき丸屋さん、うなりの丸屋さんっていうのは、この名古屋駅では、まあ、名鉄百貨店と、さっき言うとった、うまいもん通り、まあ、太閤通りっていうんですけど、名古屋の。それそこに あります。で私はそこだけは行ったことないんですよね。あとですね、大名古屋ビルディングで、まあ、美味しい店と言いますと、肉そばけんすけっていう店があります。で、肉そばけんすけっていうのは、まあ、ラーメンがね、ちょっとラーメンって感じしないんですよね。なんか、ふにゃっとじゃラーメンで食べたことあるんですけど、そこのラーメンは何が目玉かって言うたら、肉がね、すごい迫力あるんですよね。まあお好み合わせて、まあまあ、10枚できたりとか5枚とかできるんですけど、その肉がものすごい迫力あるんですよ、そのチャーシューが。そこの肉そばけんすけもたまに行きますね。しょっちゅう行くとね、その肉も気持ち悪くなりますので。でもね、そこの店も結構人来るんですよ、肉そばけんすけっていうの。で、大名古屋ビルジングの、これ地下にあります。地下に。それで、あと、そこも結構人気です。まあ男の人とかよう来ますかね、そこ。まあ女性の方もいますけど、あんまりね、大盛りにすると、麺がね、麺っていうかね、麺で汁を吸ってしまって、汁がほとんど残ってなかったんですよね。それで、私もね、食べとって、なんでこれ汁ないんやって聞いたら、いやー、麺で吸ったんですよって言われて、で、僕は大盛りしたでかなとか思って、で、みんな他の人集めたら、なんか普通の量で食べてるから、で、僕はなんか大盛りで食べたかったから食べたんですけど、なんか汁なくなっとったんで、ちょっと寂しい感じしたんですけどね。まあ、ちょっとください。鼻がね、ちょっと出てきましたね。ごめんなさい。まあ、肉そばけんすけっていうことは覚えててください。あと、そのね、もうすぐ近くにある、あと、キッチン大宮っていうね、洋食屋さんの店があります。で、キッチン大宮っていうのは、まあ、さっき言っとった大名古屋、ゲートタワープラザにあった、日本橋三代目大名軒と、まあ、よう似たメニューがあります。まあ、フライがね、ちょっとないですけど、そこも、オムライスとか、ハンバーグとかを、まあ、メイン出してるところです。そこはね、店がね、ちょっとね、やっぱりその雰囲気を出すために、
あの洋食の。それちょっとね、店がちょっと薄暗い感じですね。そこはね、どういうオムライスがあるかって言ったらね、白いね、琥珀オムライスってのがあるんですよね。食べてみたんですけど、結構美味しかったんで、そこも、まあ、でもちょっとね、薄味なしでしたね、琥珀オムライスは。それ普通のオムライスは普通の味がしましたけど、ちょっとね、雰囲気の感じのね、違う味やなとかって、またね、そこも美味しいなと思ってます。それで私はね、オムライス好きなんですよね。そこも大体もう2回、まあ3回ぐらい行きましたね。そこのね、キッチン大宮っていうのは、まあ横浜とかにも店があるみたいです。まあだから大宮の方に多分本店があるのかなと僕思うんですよね。またそこまで覚えておいてください。まあ名古屋名物ではないんですけど、私が食べに行ってる、まあ、好きな店でもあります。で、大名古屋ビルジングの、まあ、地下は、あれで、またちょっとまた、さっき3階のご、3階やったんですよね。さっきの、ひつまぶし便所は3階やったんですよ。大名古屋ビルジングの。で、またちょっと3階戻るんですけど、3階のあの、味仙っていうの。皆さん、もう名古屋の人だったら、まあ、よく知ってると思うんですけど、味仙も結構美味しいんですよね。で、味仙の、まあ、味仙っていうのは、この名古屋駅には、この大名古屋ビルジングと、あとは言うとったあの太閤通り、うまいもん通りの方にも店があります。それメニューとしては、その太閤通りのあのうまいもん通りの店の方がメニューはあのたくさんあるそうです。それでそこの大名古屋ビルジングの店は、まあ絞られてる感じです。まあ人気の商品だけが、扱ってるっていう話です。で、まあ、私はね、太閤通りでも食べたことあるんですけど、あそこはね、なんか人は、なんか、広い、店広いですよね、あそこ。店が結構広いし、それで、いろんな人がどんと来るし、なんか、喋りまくっとるしね、このコロナで。コロナで喋りまくっとるし、で、今、アルコールは確か、8時までは提供してもいいのかな。それで、あそこね、なんか、大雑把な感じなんですね、店が。なんか、その日本人じゃないんですよ、やってる人が。なんか中国人、ちょっと片言、まあ日本語で喋るような、向こうのね、台湾人ではないと思うんですけど、多分中国人だと思うんですけど、なんかそういう感じの言葉しかなくって、ちょっと食べるものをね、持ってくるときでも、なんかちょっと雑に扱われるような感じがして、なんかそれで僕が言うとること聞いとんのかいな、と思うんですよ、あそこなんか。で、あそこはね、新幹線が近いもんで、よう混むんですよね、あの店っていうのは。その、だからですね、最近はですね、その大名古屋ビルジングの店があるってちょっと知ったもんね、最近。最近知ったんですよね、これ。で、これ、今頃になってなんやとかだと思うんですけど、もう前からあったのに。で、テレビ見とったら、大名古屋ビルジングになんか店があるとかって言い出したもんで、で、大名古屋ビルジングのその店、まあ行ってみたら、まあ店は狭いんですけど、まあお客さんも来おへんし、まあ落ち着いて食べられるなと思いました。で、そこのね、なんか店が新しかったですね。で、そこは、日本人のスタッフの方がそこはやってました。それ作ってる人はちょっとわかんないですけどね、日本人やと思います。まあ、言うたら、まあ、台湾ラーメンとか、まあ、私が食べるのはね、台湾ラーメンとか、あと、麻婆飯ってやつですね。麻婆飯っていうのは、まあ、ご飯の上に麻婆豆腐が乗ってるやつなんですけど、ここはね、なんかね、辛いんですよね。辛いんです。それで台湾ラーメン、まあ普通の通常モードの台湾ラーメンっていうのは、だいたいカレーのココ一番の4辛相当になるみたいです。それでイタリアンっていうのが、まあここはどうかどうかわかんないんですけど、イタリアンっていうのは、なんか6辛になるそうです。それで、この店、まあここにはね、あるかどうかわかんないんですけど、あとアフリカンとかメキシカンとかね、それですみません、なんか最近言い出したらなんかエイリアンっていうのがあるんですけど、もうこれ辛さやと思うんですけど、まあそれ以上、まあ辛いってことなんですよね。まあ想像もつかないぐらい。で、エイリアンはもう本当にこの台湾ラーメンでは本当にラスボスに近いような辛さっていう話なので、まあ私はまあ手も足も出ないですね、そういうものには。ねえ、食べて食べてやんだら困りますからね、頼んで。値段はね、一緒みたいです、その点は。まあ皆さんね、辛いものがもう得意な人はね、エイリアンやってみてください。それで苦手な人はね、まあ台湾ラーメンでいいと思いますよ。あれで十分ですよ。あれでも十分辛いですから。4辛なんですから。
それでね、そこのね、あともう一つ麻婆飯、さっき言っとった。それ麻婆飯もちょっと辛いんですけど、なんかこの辛さもね、なんかそのよそではないような辛さで、で、僕はね、この店のこの麻婆飯好きなんですよ。値段もね、まあ名古屋にしてはまあ900円で食べれるんですよ、麻婆飯が。それでその台湾ダービーは確か850円でしたかね。まあちっちゃい、まあちっちゃい丼なんですけどね、僕から見たらちっちゃい丼なんですけど、まあ見てもらったらわかると思うんですけど、台湾ダービーの方初めて食べたって辛かったんですよ。びっくりしたんですよね。それから僕は結構まあアレルギーとかまああったし、なんか色だったからなんか鼻が出てきたりとか、鼻水、もう、ちょっと聞かないこと言ったんですが、鼻水とかのもう目、涙がもうダラダラでしたね、お初め。今でもなるんですよね、なんか体調によって。でね、なんか大変、それ食べた後、ちょっとなんか胃がね、もたれるんですよ。でもね、なんかね、美味しいんですよね。量は少ないんですけど。ミンチが美味しいですね。で、台湾ラーメンのあの辛さ、ね、いいですね。で、イタリアンも食べたことあるんですけど、まあ無理でした。でね、まあ、辛さをまた戻してもらいまして、言うて、なんとかして。で、なんとかしてもらって、戻してもらって、やって食べてたんですけど、まあ、ちょっと6からもちょっと無理みたいな感じですね。この店の台湾ラーメンは、とっても人気です。まあ、辛いのがね、苦手な人はもうやめておいた方がいいですね。この店は、あと、辛いチャーハンっていうのもあるらしいんですよね。まだそれ私食べたことないんですけど、で、あと人気なのがね、青菜炒めも結構人気あるみたいで、この大名古屋ビルディングの方にも、青菜炒めはありましたね。で、なんかね、野菜で、多分500円ぐらい取れるんちゃうかとか僕思ったもんで、取らないんですけどね、なんかバカらしいと思って。だからこの店も結構ね、美味しいですよ。あと、大名古屋ビルディングは、全部言いましたかね。全部言ったみたいです。それでね、またですね、ちょっと高島屋をちょっと越してしまいましたんで、もう一回高島屋 の、まあ、ゲートタワーって高島屋なんですけど、またちょっと高島屋の方に戻ります。それで高島屋で最近ねちょっと美味しい店があるんですけど、11階ですかね、11階の東町の香港料理っていうのもね、いいですよ。11階で追ってると思いますけど、まあ、香港料理って言ってもね、まあ、中華料理なんですけど、そこもね、最近食べに行ってるんですよ。それね、ちょっとすいませんね、10階やったかね、11階やったか、ちょっとね、あれなんですけど、まあ、10か11って覚えておいてください。すいませんね。ちょっとね、もし11階で間違ってたらあかんので、まあ、同じね、場所にありますから、それ、この高島屋っていうのは、喫茶コーナーっていうのがあるんですよ。それで、これね、全部の階にあるわけじゃなくって、まあ、同じ場所にはあるんですけど、まあ、トイレの付近です。トイレの近くの付近です。それで、この高島屋っていうのは、高島屋ゲートタワーモール、さっき言っとったゲートタワーモールと、同じ続いてるんですよ。続いてるところつないで、まあほとんど続いてるんですけど、その通路の近くにこの喫茶コーナーとかさっき言ってたこの東町っていう香港料理の店があります。ここにはね、まあ高島屋、あとの店はちょっと何回か忘れたんですけど、あとですね、文の、京都文の茶屋っていうのもありますね。で、京都の甘味どころの、まあ、デザートとかが食べれる店が、確か6階だったと思いますね。6階にあります。で、私はね、かき氷をそこで2回ぐらい食べたことあるんですよね。それがね、宇治抹茶のかき氷でね、まあ、かき氷1100円ぐらいするんですけど、わ、美味しかったですね。なんか、食べたことあるんですよ。それで、1100円って今聞いたもんで、うわ、高いなと思ったんですけど、まあ、1100円のものやで、それなりのものは出てくるやろと思って、これ高島やし、そんなインチキなものは出てこへんやろと思って、やっぱりその通りでしたね。まあ、美味しかったですよ。それでね、まあ、量的にはね、まあ、皆さん、赤福氷って皆さんご存知かどうかわかんないですけど、今の時期は赤福氷は今ないと思うんですけど、赤福氷って、っていうのも地下の方で、高島屋の地下の方で、売られています。
で、食べるところもありましたね。赤福食べるとこ。それで、その赤福氷ぐらいの、まあ、量ぐらいかな。赤福氷のぐらいの、あれなんですけど、赤福氷はまあ530円で食べれるんですけど、そのね、そこの、分のスケジャヤっていうんですけど、そこはね、1100円ぐらいとか、1000円ぐらいするとこなんで、氷でも、するんですよ。それで、いろんなね、なんかね、くず餅とか、あと、なんか、くず餅くず餅とかなんか、他、いろんなね、あと、お汁粉とか、いろんなのがあるんですよ。で、だいたい500円とか、まあ、800円とか、まあ、安かったらね、安くても、まあ、400円ぐらいかな、と思うんですけど、あ、まあ、氷はね、ここはね、1000円ぐらいは、見といた方がいいです。まあ、でもね、たまには食べに行こうかなって思って、去年の夏食べに行きましたね。それ初めてなんですよ。それで、そこの店は、土日めっちゃ混んでますから、すごい並んでるんですよ。それ高い割に。で、たまに多分ね、多分田舎の方から出てきて、まあ土日ぐらいはうまいもん食べようかとかって言って、その分のつけジャイアンに行くんやと思うんですけど、だからまあ普通考えたらね、1100円って言ったらもうご飯が食べれるような値段なんで、ちょっとなんか高いんとちゃうかって僕は思うんですけど、食べてみるとね、やっぱそれなりの味ですよ。味です。それでね、この高島屋のポイントカードもちょっと話するんですけど、私高島屋のポイントカードも持ってるんですけど、その高島屋のポイントカードもこの高島屋になるんですよね。高島屋の、その、喫茶コーナーは全部使えるんですよ、このポイントカードは。使えるんですけど、高島屋の、まあ、上、高島屋はね、地下2階から11階まであるんですけど、12階、13階とかでも建物があるんですけど、その上はまあまあマリオットホテルになるんですけど、12階、13階っていうのはレストラン街で、まあその12階、13階っていうのはまあゲートタワーの12階、13階にも続いていて、そこは高島屋のところじゃないらしいんですよね。また全然違う会社らしいんですけど、そこはポイントカード使えないんですよね。高島屋ではないらしいです。ないんですよ。建物はまあ一緒なんですけど、高島屋はまああくまでももう11階でまあ終わりっていうことなんですよね。まあ、まあいろんな話してちょっとごちゃごちゃになるんですけど、この高島屋の建物はね、まあ、さっき言ってたら、文之助茶屋、まあ、その京都の神の頃が食べれたりとか、あと、高野フルーツパーラーって言ってね、すごい高級なフルーツパーラーがあるんですよね。私はその1回ぐらい行きたいなと思うんですけど、そこも、いい値段しますよ。びっくりしましたよ。ホームページ見たんですけど、メロンのパフェやったかな、なんか、4000円とか5000円とか、ちょっとしたフルーツが乗ってたっても、3000円とかね、それで、まあ、安いやろうと思ったんですけど、安いやつでも、まあ、1000円とか1500円ぐらいの、フルーツが乗ってるんですよね。それで、行きたいなと思うけど、なんか高いですよね。そんなご飯でもないし。で、3000、4000円。ねえ、ちょっと聞いたらびっくりしますよね、なんか。まあ、案の定ね、そこの店はね、いつもなんか空いてるみたいですけど、って思います、なんか。高いなって思いますよ。まあ、皆さんもね、興味あったら、その高野フルーツパーラー、長屋だったからちょっと忘れたんですけど、まあ、4階からね、11階ぐらいの間にあります。4階やったかな。で、まあ、そういうね、喫茶コーナーっていうのが高島屋には大体、まあ、なんていう名前とか、他にも店があるんですけど、確かね、4軒ぐらいこれあるんですよ。だから同じ場所にあるんで、トイレの近くです。トイレの近くって覚えておいてもらったらいいですね。それ、ゲートタワーモールとの、まあ、通路の近くと覚えてください。で、当庁はね、多分ね、11階やと思いました。11階やと思いましたね。それもし間違ったら申し訳ないんですけど、もしかしたら10階かもしれませんし、ちょっと、ちょっと10か11かちょっと怪しいところなんですけど、申し訳ないです。で、まあ、東町も、全体的に言ったら、まあ、味は薄味なんですけど、ここもね、人気の店で、まあ、中華料理のね、まあ、ちょっと薄い版のね、ちょっと味がするんですよね。
それでまあ香港料理っていう、まあうちにちょっと親に聞いたら、香港料理ってのは中華料理のことやとかって言って、で中華料理のまあちょっと上品バージョンやとかって言って、うちの親が言うとったもんで、まあちょっと上品な店なんですよね。で値段もまあ、そんなには安くはないですね。まあ、名古屋で、まあ、これぐらいの値段かなと思いますけど、まあ、まあ、ラーメンとかでも1200円とかしますからね、なんか。油淋鶏っていう、なんか、なんて言うんですかね、なんかちょっとした甘だれみたいなついた、あの、唐揚げ。あれ美味しかったんですけど、あれ確か650円ぐらいだと思うんですけど、確かあれ4つぐらい乗っとったんですね。あれは美味しかったですね。で、ここね、結構ここは女性とかにもすごい人気な店で、あと、杏仁豆腐とか、あとマンゴープリンとかもなんか美味しいっていう話ですね。それで、まあ男性の方も来るって言ってたので、あ、皆さん一回行ってみてください。で皆さんね、まあ中華料理ね、日本人好きですからね、中華料理の店はやっぱり名古屋は多いです。それからですね、まあ高島屋のまたその12階13階のちょっとゲートタワープラザのデスト何階の方にちょっとまた戻るんですけど、高島屋側のだからゲートタワープラザとゲートタワーモーンのゲートタワープラザ、まあ、12階13階は続いております。それでまあ元々はですね、高島屋の上の12階13階のデスト何階っていうのはまあ昔からあるんですよ。でゲートタワーっていうのは、もともとはね、名古屋は、松坂屋があったんですよ、名古屋駅に。で今、名古屋駅にはもう松坂屋っていうのはもうなくなっちゃったんですけどね、もう栄だけなんですけど、もともとはね、ゲートタワーとかがあったりとか、あと、何やったっけ、切手があったりとか、切手のかまだ違う建前やと思うんですけど、ゲートタワーがあるところはね、昔は松坂屋やったんですよね。で松坂屋がもうなんか撤退しまして、一回建物壊して、またそれでゲートタワーに今なったような感じなんですよ。だから、まあ、高島屋が、結局、あれしたっていうことですね、結局。まあ、売却ではないと思うんですが、あそこは JR の土地なので、JR 東海の土地らしいんですよ。だから、まあ、松坂屋も、まあ、JR 東海にお金払う家賃が大変やと思ったんで、多分撤退したんだと思いますわ。多分、それ景気が悪くなったので。それで、まあ、結局、高島屋としては、まあ、嬉しい話ですね、結局は。高島屋ゲートタワーモールがあるから、それでもっとお客さんに来てもらえるみたいで、それで、まあ、高島屋っていうのは百貨店で、まあ、高級なものをいっぱい売ってるんですけど、そのゲートタワーモールっていうのは、まあ、30代ぐらいの女性の人をターゲットにしたものを置いてるそうです。30歳ぐらいの人をターゲットにしてる人が、あれですね。それで、その高島屋の、その、まあ、ゲートタワーモールは、まあ私にはまああまり全然関係のないものばっかり売ってるんですよね。まあ関係なんて言ったらまあディズニーストアとか、まあジブリのね、どんぐり共和国ぐらいですかね。どんぐり共和国、まあまあね、そんな、ジブリのものはそんな欲しいとは思わないですよね。まあ面白いでちょっと見に行こうかっていうような感じするんですけど、ディズニーとかは好きなんですけど、あとですね、まあ、あと高島屋の、まあ、ついでなんですけど、まあ、ちょっとケーキの話になるんですけど、あと、ハーブス。皆さんご存知でしょうか？ハーブス。まあ、ハーブスはね、ちょっとカメラとかね、ちょっと禁止されてるので、ちょっと動画をここに載せることはできないんですよね。それ撮ることもできませんし、ちょっとそれが許されてないのでできないんですけど、撮ってもいいって言ったら、私だったら、ね、まあ、バンバン撮るんですけど、ちょっとそれ許されてないので撮れなかったんですけど、ハーブスね、美味しいですよ。名古屋はですね、すいません、ちょっと言葉。名古屋はケーキ屋さんの店たくさんあるんですけど、このハーブスがね、一番安いです。で値段的にはね、それ750円とか、まあ高いまあ1000円ぐらいするんですけど、結構ね、ボリュームもあって、結構大きいです。でも私もね、その、まあ名古屋でケーキなんて、そんなもんバカらしい、高いと思うんですけど、そのハーブスのケーキをね、大きいのちょっと食べてみて、あ、美味しいし、なんかボリュームあるなと思って、もう最近ね、もう名古屋でケーキ買うといったらこのハーブスを利用するんですけど、まあハーブスね、ちょっと問題がありまして、まあ今、名古屋の駅にはまあ4店舗あるんですよね。それで、名鉄百貨店と、高島屋ゲートタワーモールと、高島屋の地下と、
あと大名古屋ビルディングにあります。それでそのまあそのうちのね1店舗は、まあ、テイクアウトだけですね、高島屋の地下は。それ他のとこはね喫茶コーナーがあるんですけど、もし喫茶コーナーをもし使おうとするとワンドリンク制で、まあ、ドリンクを取らなきゃいけないんですよ。で、なんでかそれちょっと聞いたら、結局はですね、そのケーキだけでは、ここはケーキ、まあ、経営がやっていけないっていう話だったらしいんですよね。で、昔は水だけでもよかったらしいですけど、なんかそれではちょっと、経営ができないみたいなことを言ってましたね。そういう話を聞いたことありますので、で、結局、クオリティをまあ保つために、まあ、ドリンクをね、まあ、ワンポイント取ってもらってってことになってみたいですね。あそこね、だからドリンクね、まあ、コーヒーは確か650円ぐらいして、確か紅茶が800円ぐらいするんですよ。だから、あそこの喫茶コーナーで、まあ、ケーキを、まあ、食べたい、ケーキだけ食べたいなっていうのはダメで、ドリンクを取らないといけないんですよね。で、だからまあ、ケーキ、まあ、例えば750円して、それでまあ、コーヒーがまあ、650円したら、まあ、1400円、1500円ぐらい、まあ、かかってくるところなんですよ。それケーキも750円、安いやつでもそうなんですけど、高いやつは1000円ぐらいしますから、もうちょっとしたらもう2000円になっちゃうんですよね。だからまあ最近はね、なんか高いもんで、私はまあテイクアウトでまあ買っていくっていうだけにしてます。テイクアウトやってね、ドリンク取れっては言われませんからね。結構ね、テイクアウトで、ね、持ち帰る人多いですよ。それでね、まあ、ハーブスは最近はね、もう喫茶コーナー行かないんですよね。それもうドリンクを取れって言われるから、高いんでね、そのドリンクも、100円か200円であったらいいんですけど、650円とかなんか800円とかって言い出すもんで、いや、もうそんなもうバカらしいなと思って、ほら、ケーキが買えるじゃないですか、もう一個。よう考えたら、1500円出したらまたそれハーブスのケーキ買えるから、まあ、このケーキ買っても家で食べた方がいいなと思って、最近は、まあ、フルートをね、まあ、これ習って、帰りなんですけど、ちょっとフルートの場所はちょっと言えないんですけど、習ってる場所は人がついてくると怖いので狙われると僕も怖いので、目悪いもんで狙われたら怖いんですよね。最近いろんな事件あるから、まあちょっと場所はねちょっとまだ言えないんですけど、まあそれ終わった後に、まあ名古屋、まあ土曜日なんでね、レッスンが土曜日やもんで、よう混んでるもんで、まあ、食べるとこあんまりないもんで、ケーキを買って、まあ、家帰るってことなんですけどね。ハーブスのケーキは、うちの親も、すごい喜んでます。まあ、いっぺんに食べられないって言ってますね、でかいから。まあ、皆さんね、まあ、ハーブスのケーキはね、名古屋の名物、みたいなもんなんですよ。で、ハーブスっていうのは、東京とか大阪にもたくさん、店舗はあると思うんですけど、これね、もともとは名古屋の店なんですよね。名古屋の重光さんっていう人がなんか監修したみたいな感じです。それで、栄がまあ本店です。僕もね、初めに東京の店なのかなと思ったんですけど、まあ、東京とか横浜言うてなかった、あと大阪とかあるんですけど、これはね、もともとは名古屋の、名物です。まあ、ケーキはね、名古屋の名物ではないんですけど、あとですね、またちょっと食事処にまた戻ります。あとはですね、まあちょっと建物が変わりまして、ミッドランドスクエアっていうのを皆さんご存知でしょうか。でミッドランドスクエアっていうのは、まあちょっとした、まあ今飲食店があったりとか、あとまあ喫茶とかが、まああるとこなんですけど、で、このミッドランドスクエアで行くお店っていうのは、まあ、ここもね、またうなり屋があるんですけど、4代目菊川っていうのなんですよ。うなり4代目菊川。それうなり4代目菊川っていうのは、まあ、ここ名古屋本店っていうね、まあ本店やと思うんですけど、ミッドランドスクエアの、まあ、4階のレストラン街になります。で、ここはね、今、一本うなぎの、メインをしてる一本うなりでね、出してくるうなりがなんですけど、まあそこもね、まあ便長と同じような値段ですね。値段はそんな変わんないですね。同じような値段です。で、そこで食べたことあるんですけど、あ、これ、もしかしたら便長より美味しいんちゃうかなって僕は思いましたね。で、なんか高級そうな、こんな陶器みたいな長いとこに入ってるんですよね、うなりが。それで一本うなりが出てくるもんでさ、なんか迫力があったので、それで、すいません、ちょっと花粉症ですね。うなりですね。その、
うなぎ四大目利き家っていうのは三重県にもこれ2店舗ありまして、湯の山の方と、あの三重県のまあ滝っていうところにもあるそうです。まあ、場所はねはっきりとちょっとわかんないんですけど、まあ、聞いたことない場所がわかんないんですけど、まあ、あの場所はですね、まあ、まあ言いますと、まあ、湯の山の方やと、なんていうのがあったかな、アクアイブニスの中近くだそうです。アクアイブニスの、まあ、系列の土地でやってるって言ってましたね。それで、滝の方は、まあ、ビソンっていう名前ですね。去年、まあ、三重県できた施設だと思うんですけど、まあ、多分、まあ、僕が行けないとこだと思うんですけど、車がないといけないとこだと思うんですけど、そういう感じです。で、この、四代目菊川、うなぎの四代目菊川も結構ね、美味しいですよ。私は食べたことあるんですけど、タレがね、やっぱ美味しいですね。やっぱ5000円ぐらいするんですけど、美味しいです。それで、あと、ミッドランドスクエアの4階のレストラン街で、美味しいところがあります。で、そこは、南昌万刀店っていう店なんですけど、南昌万刀店は、まあ、名古屋の店ではないんですけど、東京の店なんですけど、元は。東京の店なんですけど、まあ、あんまり値段は安くないんですけど、そこはですね、小籠包とかね、まあ、フカヒレスープ、まあ、食べないですけど、あと、アワビの姿シャとかなんか書いてありましたけど、それは食べたことないんですけど、まあ、季節の小籠包とか、あと、カニチャーハンとかも美味しいし、それで、あとね、なんかラーメンとかもね、なんか2種類か3種類ありましたね。それ字がね、ちょっと読みにくいので、あれなんですけど、この南昌万刀店の、まあ、美味しい、まあ、メインのものは、この小籠包って言われるものです。それ小籠包のね、結構出汁とかがね、まあ、美味しいんですよね。それで、大体小籠包が、まあ、6つ入っとって、1200円ぐらいするんですよね。それで、消費税とか入れると、まあ、1350円とか1320円ぐらいするんですよね。まあ、1割消費税がかかるもんで。それで、まあ、6つ入っとって、まあ、1200円。まあ、それ普通なんですかね、名古屋やったら。まあ、高いとかもっとあると思うんで、まあ普通やと思うんですけど、それがね、結構出汁がね、美味しかったんですよね。もう物の数分で食べてしまうんですけど、食べたことあるんですよ。確かね、イカとエビとアワビがね、2個ずつ入ってるんですよね。それで食べたんですけど、アワビの味っていうのはよくわかんなかったんですけど、まあ美味しいのが多分アワビやと思うんですけど、この南昌万刀店ね、前は値段、まだ名前が違ったらしいですね。なんか、多分経営の何かと思うんですけど、多分不景気になって、流行らんなって、それで値段もね、これでも安くなった方やって言ってました。それでここはね、ランチがあるって言ってました、ランチが。それでランチは、まあ、朝、てかね、午前中の11時から午後のね、2時半まであるそうです。で、ランチは結構お得な値段で食べれまして、まあ、1400円とか1500円。まあ、安くないですね。1500円ぐらいのランチがここは食べられます。1500円とか、まあ、高いやつはね、1800円ぐらいのランチがね、ここは、なんか5種類ぐらいありましたかね。選べるんですけど、それはお得です。ここはね、昼行くとお得なんですよね。それ夜はね、そういうランチっていうのが存在しませんので、単品料理なんで、ちょっとやっぱり値段高いかなと思います。まあ、ピータンとかなんかちょっとしたね、ものやったらね、まあ400円とか500円ぐらいなんですよ、それでも。で、ここはね、まあ、普通にそのチャーハン、まあ、先ほど言ったカニチャーハンでもね、確か1400円ぐらいして、あと、フカヒレチャーハンでも確か2000円ぐらいするんですよね。それで、海鮮あんかけ焼きそば食べたことないんですけど、これもなんか2000円って書いてありましたね。で、ね、まあ大体ね、ここ、まあ、麺とかね、麺飯って言うんですけど、メニューで書いてあるんですけど、大体、まあ、1200円とか、まあ安くても、それ高いとね、1800円とか、さっき言ったとまあ2000円ぐらいするんですよ。で、割とね、でもね、ここね、味は濃くないですけど、それ素材の味を、大事にした料理をここするんですよね。それで、天津市って言ってね、
なんかの伝統とかなんかぐちゃぐちゃ書いてありましたね、ホームページに。それでまあ、黒いね、ホームページで、それで赤いところの字が書いてあって、なんかいかにもね、高そうなホームページでしたよ、見た感じが。なんかこれ、って大丈夫やろかとか思って、それでコース料理とか見たんですけど、まあ、一番安いやつがまあ5500円とかね、それで真ん中のコースが7000いくらで、一番高いのが9000いくらって書いてあったんですよね。まあ、こんなん食べる人おんのかって僕思うんですけど、まあ、この南昌万頭店は私ね、だいたい4回ぐらい行きましたね。まあ、うなぎを食べに行くか、こっちの方がいいですね、まだ。うなぎで5000円使うよりか、うなぎで5000円使ったとしてもお腹いっぱいになりませんし、で、この南昌万頭店で私、まあ、4000円ぐらい、この間食べたんですよ、年末に。年末に食べたっていうのは、結局ね、お寿司が食べられなかったから。それで、ここはね、もう、なんとも間違いないからって食べたんですけど、ちょっとね、水餃子がね、ちょっとね、あんま美味しくなかったですね、言うたまですけど、水餃子は美味しくなかったんですけど、他のやつはね、美味しかったです、ここ。それでね、何とってもね、そんなね、まずいのはないですね、ここは。まあ、好みによってね、まあ、その水餃子みたいに美味しくないのもあるのかもしれませんけど、このね、南昌万頭店ね、まあ、そういうもんってなかなか東京から食べてへんやと思うんですけど、名古屋も最近はこういういい店とかもたくさん出てきたんですよ。だから、まあ、そんな遠いとこまでね、わざわざね、交通費使っていく必要もないんですよ、そんな食べるのに。だから名古屋もこうやって探せば、これ美味しいとこあるんですよね。だからこの南昌万頭店っていうのは、このミッドランドスクエアができた時にできて、まあ、南昌万頭店っていう名前ではなかったらしいんですよね。で、私もね、初めね、このミッドランドスクエアっていうのは、まあ、名古屋の一等地なんですよ。ミッドランドスクエアっていうのは。ミッドランドスクエアっていうのは、毎日新聞とか、東和不動産とか、あと、トヨタがね、まあ、共同してるビルなんですけど、まあ、あとですね、ここはですね、その4階のね、まあ、レストラン街なんですけど、まあ、ミッドランドスクエア初めできた時と、もう今ではね、ガラリとレストランがなんか変わったみたいで、初めできた時はなんかよくわからない店ばっかりやったんですよね、まあ、言うたらいいですけど。それでなんか高い店、高そうなね、店ばっかりやったんですよね。それでこんななんか、いっぱい持ちせんとっちゃうかとかって思うようなもう店ばっかりやったんですよね、初めできた時は。それでね、もうここは食べにこれやんなと思って、なんか値段が、なんかようわかん、書いてなかったんですよね。で、値段なんか高いんとちゃうかとかと思ったんですけど、まあこれ、ミッドランドスクエアで経ってもう10年ぐらいまあ経ったんですけど、まあ久しぶりにね、まあちょっとこの間、まあ4階に行ったら店がまあガラリと変わっとって、もう一般向きの店ばっかりに変わってたんですよね。で、もうびっくりしたんですよ、これ。それでね、まあ店屋の人に聞いたら、なんかこの最近来たって言ってましたね。それで、このうなりの4代目菊川っていうとこも、7月頃に入ったばっかりって言って、とかって思ってね、昔からおるんちゃうんかいなとか思ったけど、なんか花が置いてあったんで、それで聞いたら、最近これまで来たんですよとかって言うて、年末にも言うてるんですよ、半年なんですよってとかって言って、で、なんか他に店があって多分ここ来たんやと思いますけど、あそこ、だから4階はね、初めはなんか高級店が多かったみたいなんですよね、なんか聞いたところによると。高級店多いんですけど、まあ生き残っとった店っていうのは、まあ言うとあれですけど、この南昌万頭店と、あとバルテスパーニャっていうね、スペイン料理の店だけがなんか残ったみたいです。それで他の店はね、なんかまた後で入ったような店ですね。だからですね、もう4階は、高い店ばっかがまあったんですけど、それはなくなっちゃって、結局、まあ、名古屋に合うような、まあ、店ばっかがまあ入ったっていうことでさ、普通の人がまあ食べられるような値段の、まあ、料理ばっかりになったみたいで、まあね、このミッドランドスクエアっていうのはすごい、なんかちょっと薄暗い、なんか高級街っていう感じがするんですけど、まあ売ってるものはね、まあ高級なものばっか、ルイ・ヴィトンとかなんかエルメスとかなんかそういう店とかなんかそういう店ばっかがいっぱいあるんですけど、レストラン街はもう一般向きのレストラン街にも変わりました。それでね、まあ
まあ入った瞬間なんか香水みたいな匂いがするし、なんか高級な雰囲気の匂いがね、あそこはするんですよ。でもまたそれはそれでね、また雰囲気がね、いいんですよ、あの暗いところが。それでね、あのミッドランドスクエアの、ちょっとまあ食べるもんからまたそれるんですけど、ミッドランドスクエアね、天井になんか丸いのありますよね。知ってますか？丸いの。あの、私もちょっと動画載せてるんですけど、天井に丸いのがあると思うんですけど、あの4階の上のとこに。それで、あれは、その、まあ、ミッドランドスクエア始め、回転した時に、それで、あそこがなんか降りてきて、それであそこの上でダンスしとったっていうパフォーマンスをやっとったらしいです。昔は。あの、その時は私ね、人が多分多いで見に行かなかったんですけど、あれは、あの、下に降りてきて、それで人が上に乗っとってダンスするっていうものをやったらしいです。それで、今はね、それ、現在使ってないみたいですね。それで、あの、丸いのが多分ね、10個ぐらいね、天井にあると思うんですよ。あの、ミッドランドスクエアに。で、僕もあれ何かなと思ったんですけど、それで、その受付所に聞いたら、なんかそんなことを言ってましたね。だから、使ってないってことです、結局は。だからまあ、あの丸いの皆さん、なんか不思議だと思うんでしょ、なんか。で、僕もう何かなと思ってたんですけど、そんなダンスするようなね、舞台が出てくるとは思わなかったんですよね。まあ私も回転の時見に来ゃよかったなと思ったんですけど、まあそれ叶わずってことです。あとですね、まあミッドランドスクエアで、あとまあお得な飲食店があるんですよね。ラスルナオーバかなっていうところあるんですけど、私もまあ5、6回ぐらいそこ行ったことあるんですけど、そこは、あの朝の、あのまあ朝、まあここはね、9時から始まるんですけど、それ9時から、まあ、11時までに入れば、あのケーキとかそれモーニングを頼むと、そこはコーヒーが飲み放題なんですよ。コーヒー飲み放題で、それなんか50円かいくら足すとアイスコーヒーも飲み放題です。それケーキは別に一番安いのでもいいみたいです。それ私は食べたことあるんですけど、何回も。それで私はそこでコーヒーをね、まあ6杯とか5杯とか飲んだんですよね。でね、そこのコーヒーは、ドトールのね、グループらしいです。ラスロナオーバかなっていうのは、東京とか埼玉とかにもあるみたいですね。まあ、三重県にはないんですけど、あと最近できた、あそこにもで、あるみたいですよ、なんとかの森っていうのは名古屋にあると思うんですけど、どうせしましたね。なんかイオンモールっていうのが近くできましたね。なんとかの森ですね。ちょっとそれがね、忘れちゃったんですけど、まあ地下鉄の東山線の、まあ、上島の駅が、まあ、最寄り駅って言うてるんですけど、そこです。なんとかの森ですね。そのなんとかの森が忘れちゃったんですけど、そこにもラスルナオーバかなっていうのがあるそうです。そこはね、まあ、ケーキいろいろありますし、まあ、飲み物もいろいろありますね。そこはね、パフェとかが、まあ、人気があって、昼はパフェしてるみたいです。それで、すごいね、人気がそこも高い店です。その隣には、サロンドダモンシェールっていうのがあります。サロンドダモンシェールっていうのは、あれですドールケーキの専門店の店です。でドールケーキとか、あといろんなケーキとか、あとそういう、まあ、喫茶コーナーがあって、まあこういう、まあ、フルーツの段でこうやって段になってるやつがあると思うんですけど、2段ぐらいのやつが見たことあると思うんですけど、そういうのが楽しめるとこみたいです。まあ、ケーキですね。ケーキがまあ食べられるとこと思っておいた方がいいですね。そこの喫茶コーナーはね、私は行ったことないんですよ。見ただけです。まあ、また行きますわ、とかって言ってますけど、なんかね、そこもね、高いんですよね。だからケーキとガトーショコラとコーヒーがついとって、確か1500円ぐらいそこもするんですけど、まあ、ハーブスよりは小さいケーキですね。まあ、美味しいかもしれませんけど、結構そこもね、満員で人気があります。それで私はね、サロンドダモンシェールっていう、なんで名前を知っとるかというと、名古屋高島屋の方に、マダムピエールオジェっていう店があるんですよ。それマダムピエールオジェは、サロンドモンシェールとほぼ同じものが売っているんですよ。それで大体ね、もう同じ店なんですよ、結局は。
で、なんで名前を変えたかと言うたら、まあ、名前がね、まあ、一緒やったら、なかなか売れないやろっていうので、ちょっと名前をマダム・ピエール・オジェって言って、名古屋高島の方で言われてるみたいです。だから、ロールケーキとか、ちょっとしたお菓子はもう同じものが売ってるんですよ。で、ちょっと多少なりともね、その冷凍物とかは、その名古屋高島にはないんですけど、ほぼね、同じものが、そのサロン・ド・ダ・モンシェールのミッドランド・スクエアと、マダム・ピエール・オジェっていうのは、まあ、大体同じものが売られてるっていう感じなんですけど、そこのロールケーキもね、結構美味しいです。まあ、あれもね、毎日食べると飽きるんですけど、確かね、夏はね、確か桃のね、ロールケーキとか、イチジクのロールケーキ、それで、ね、甘すか控えめでね、結構ね、値段はね、確かに1700円がするんですけど、味はね、結構美味しいですね。そしてここクリームも美味しいですし、そこら辺のシャトレーゼ行ったら、そのね、ロールケーキ、いちごのやつでも1300円で買えるんですけど、ここやったらまあ1700円がするんですよね。まあでもね、やっぱり味がね、やっぱり違いますね。やっぱ美味しいです。まあ高いんですけど、それで、あと、まあ年末にね、まあそこはですね、冷凍のもの、ミッドランドスクエアのサロンドモーシェールっていうのは冷凍ものもありまして、ピスタチオロールっていうのが冷凍で売ってるんですよ。それピスタチオロール、まあ、怪しいかなと思ってちょっと買ったんですよね、冷凍のやつ。それとあと、まあ冬限定のプリンスロール、まあ今はもうやってないんですけど、プリンスロール買って冷凍のやつ。それでまあ家で食べたんですよね。まあ1個2000円くらいするんですけど、そのピスタチオロールが結構ね、美味しかったんですよ、なんか。それでなんか本当になんか、どう言うたら豆を食べとるって感じですかね。はい、言うたら、まあちょっとした、まあおしゃれな豆を食べとる感じで、まあピスタチオっていうのはなんか美味しい味するなぁと思いましたね。だからその、このサロン・ド・モンシェールもたまにね、私は買います。で、まあちょっとね、いろいろまあ話がずれて申し訳ないんですけど、まあ、いろんな話をするんですけど、それでまあ、ミッドランドスクエアの、まあ、話は、もうちょっと続きます。あとすいません。あとですね、ミッドランドスクエアっていうのは、1階からまあ、5階までありまして、まあ、5階がね、まあ、映画館がありまして、あと41階と42階っていうのがあります。で41階、42階っていうのは、スカイレストランっていうのがあって、まあ、そこにも中華料理屋さんがあるんですよね。中国飯店デーホーとか、京都吉兆ってのがあるんですけど、まあ、値段がものすごい高いところです。それでね、まあ、ですね、ランチの時に行けば、だいたい4000円か5000円、まあ、高くても7000円ぐらいで食べれるっていう話を聞きました。まあ、ちょっとしか、量しか出てこないと思うんですけど、まあ、京都吉兆はね、なんか9000いくらの、なんか消化道なんか弁当とかって言ってましたね。でも僕も見に行ったんですよ、チラッと。まあ中へ入れてくれたとこもありましたね。ちょっと中身してもらって。それなんか高級そうやなぁと思いましたね。なんか。それでまあ曇ってる時で、まあコロナの時に一回ちょっと見してもらったんですけど、まあこれ晴れてたらいい景色やろなぁと思いましたね。なんか。で美味しいもの食べて。それで私もたまにはこういうとこ行きたいなと思いましたけど、なんかその YouTube とか動画をちょっと見たらなんかね、量が少ないし、こんなん美味しいんやろかとかと思いましたね。それで中国飯店デーホーのなんか、いろいろ言ってましたね。なんか、ちょっと量がなんかこれ、あれちゃうかとかって、値段がなんか高いとこちゃうかとかって言ってたけど、やっぱりね、その、僕が想像しとったような感じの料理が出てきて、やっぱこれ少ないなぁと思ったんですよね。その41階と42階のレストランは去年ね、ちょっとまあ興味本位で見に行きましたけど、まあ値段とかもまあ聞いてまあびっくりしましたので、これはちょっと僕ら無理やなと思いまして、まあね、フランス料理もまあ5000円で食べれると言ってたんですけど、まああそこで食べると10%なんかサービス料取られるらしいんですね。なんか昼でもなんか取るって言ってましたよ。夜はね、まあ僕らもちょっと食べれないんだから値段ですね、普通では。まあ2万円とか3万円とかってそういう話なので、まあ41回42回はもう諦めてますね。まあ皆さんね、もしよかったらで言うんでね、応募ってください、私に。まあ一回行ってみたいなと思いますけど、まあ私ではちょっと夢は叶いそうにないですね。あとですね、
またちょっと、また食事のとこにまた戻ります。あとはですね、エスカの方に回りますね。それで、エスカの方で、エスカっていう、エスカ地下街、まあ新幹線のとこに近くにあるんですけど、まあ、まあ、名古屋のお土産とか、名古屋のその名物とかが食べられるっていう、まあ、商店街みたいな店が地下街があるんですけど、それでそこでね、まあ、よくではないんですけど、味噌カツのヤバトンとかも食べますね。味噌カツのヤバトンっていうのは、まあ、ご飯とその、わらじとんかつの厚いとセット、前、昔は1600円だったんですが、なんか気がついたらなんか1800円になっとって、まあ、ご飯はね、まあ、おかわり自由とは言ってましたけど、まあ、年にね、1回ぐらいか2回ぐらいですね、そこに行くのは。で、ね、なんかね、ずっと食べると、これね、なんか麻痺して、あんま美味しくなくなるっていう話も聞くので、実際そうなったんですよ。それでね、まあ、ちょっと何年か置いてから食べに行ったんですけど、やっぱりね、美味しかったですね。でもまあ一年一回ぐらいにしてます、行くのは。でね、まあ名古屋名物とは言ってますけど、まあこの、ヤバトンも、東京に店が何店舗があるみたいで、なんか名古屋名物とちゃうやんか、とかって思うんですけど、だから名古屋でまあ流行ったですごい儲かるし、だから東京でもやろうかってことになったんでしょうね、やっぱり。って感じなんですけど、だから、東京駅を、だから使う人やったら、まあ、食べないと思いますわざわざ名古屋まで来て。で、まあ、あと、まあ、その、とんかつにしてはね、なんか高い感じがしますね、1800円ってなんか。で、まあ、観光客をやっぱりメインとしてるもんで、そうなるんですかね。あとですね、あと、美味しいなと思った店なんですけど、まあ、あんま行かないんですけど、これ友達におごってもらったんですけど、まあ、友達がなんか、名古屋行ったら、このうどんが食いたいとかって言って、山本屋ってとこ行ったんですよね。それ山本屋、まあ、これ、まあ、自分で払うつもりだったんですけど、まあ、結局おごってもらったんですよ。2300円ぐらいしたんですけど。なんか、ね、味噌煮込むうどんが2300円って、なんかちょっと高いでしょ？なんかびっくりするでしょ？値段が。うどんで。で、確かに値段高いんですけど、それ量も確かにそんなに多くないんやけど、なんかね、その出汁がね、美味しかったんですよね。で昔若い時にね、山本屋って入ったことあるんですけど、なんか高いばっかで美味しくないなぁと思っとったんですけど、それ若い時らなんで、で、やっぱりね、年取って、これ食べてみると、まあ確かにちょっとうどんはなんか硬いなって感じがしたんですけど、山本屋のうどんってのはちょっと硬いんですよね。きしめんではないんですよ。でちょっと固めの麺をまあ茹でてやるっていううどんなんですけど、それで味噌煮込みのうどんとかでもいろんな種類が、まあちょっと書いてすいません。味噌煮込みの種類もいろいろあって、高いうどんは2700円とか3200円ぐらいするらしいんですよ。高いうどんで。で一番安いのでも1700円ぐらいのうどんでしたね、あそこは。それでね、大盛りするとなんか400円プラスって言って友達が食べまして、でね、今は結局友達が久しぶりやで、おごっとこわって言って、おごってくれたんですよね、12月に。それでまあありがたかったんですけど、まあ結構ね、美味しかったんですよ、その出汁が。でね、また食べてみたいですね。まあでも夏は食べたくないですけど、またね、寒い時期にね、また食べたいと思います。それでね、そこはね、漬物もね、美味しくて、漬物はね、食べ放題です。漬物食べ放題なんですよ。皆さん覚えててください。だからね、山本屋、今ね、店はね、名古屋、東海地方しか店がないらしいんですよね。まあ、東海地方しか店がないってことは、それはね、どっか行ったらそれ入らんとあかんとか、で、景気が困るんでとちゃうかとかって僕は思ったんですけど、まあ、こうやってテレビがうまいこと言ってるんですよ。これは伝統の味を守らなあかんで、手を広げられるとこだけしか店を出さへんとかって言ってね、山本屋っていうのはこうやって意気込んでるんですよ。まあ、確かにそうかもしれませんね。店ばっかり広げても、また味が悪くなったら、それ評判悪くなりますから、それは伝統と味を守るためには、もうこれは東海地方だけにしてるんですとかって、で、テレビは言うてましたよ。だからね、確かにそうかもしれませんね。美味しい味をこうやって保てるっていうことは、そこだけにしてるっていうのは。で、いうことですね。それで、そのエスカは、まあ、新幹線で、もしね、新幹線で遠いとか来た人はね、
まあ、お土産をね、もし買うの忘れたらね、まあ、このエスカと、あと、名古屋の駅って言ったら、まあ、メインのね、まあ、JR のとこあると思うんですけど、緑の窓口の近くのお土産屋さんに行けば、まあ、買うのをね、忘れずに帰れますので、まあ、買いに行ってみてください。私もね、名古屋高島屋で売ってないものはね、グランドキオスク行って買いに行くんですよ。それで、ね、高島屋のポイントカードは使えないんですよね、それが。だからもう、でも、高島屋に売ってないので、これしょうがないもんで、まあ、グランドキオスクで買ったりとかもするんです。それでね、あとですね、新幹線口の近くにね、ピオリンステーション、皆さんご存知だと思いますか？ピオリン。ひよこの形した、プリンなんですけど、まあ、すごい行列を作って、もう1時間ぐらいでもうなくなっちゃうやつなんですけど、一人まあ30個ぐらい買うらしいですね。それで1個このぐらいのなんかちっちゃいひよこで、それでなんか確か384円やったかな？ちっちゃいプリンが。それで、なんでこんなもんが売れんのかなと思って、でなんかテレビ聞いとったらなんか形がなんかすごい可愛いとかって言って。それの形を崩れんように持ってくっていうのがテクニックやとかってテレビで言ってましたね。それでなんか名古屋コーチンの卵を使ったプリンみたいですよ。で私もね、まぁ、ちょっと、まぁ、ね、空いてから行ったんですよ。1月ぐらいに。で、まぁ、食べてみたんですけど、まあ、確かに美味しいなとは思いましたけど、まぁ、どこでもありようなね、ちょっとしたいいプリンかなと思います。そんなね、めちゃくちゃ美味しいとは思わなかったですね。食べに行ったんですよ、わざわざ。なんか物好きでしょ、なんか。まあ、私のインスタグラムには載ってますけど、食べに行きましたよ。それでね、なんかね、そこもね、やっぱりそれだけ取られると赤字になるみたいで、ワンドリンク制なんですよってことで、なんか、せこいこと言い始めて、それでコーヒーとかも取らされて、確か700いくらか確か払ったんですよね。水だけでええんかなと思ったら、なんかそんなんで赤みたいで、で、ピオリンは別にいくつでも取ってもらってもいいんですけど、ドリンクをいっぱい取ってくださいって言われて、で、ピオリンステーションっていうのが、ですね、南口ですかね。新幹線の南口の方に、ピオリンステーションっていうのが近くにあります。まあ、皆さんね、よかったら行ってみてください。その代わり、崩れるかもしれませんので、持ち帰りの際はね、ほんと気をつけてください。まあ、一番ね、もうピークはね、この、まあ、藤井聡太さんがね、のことで、多分、ピオリンっていうのがすごい人気あったんですよね、この東海地方で。で、だから、秋頃とかね、この、まあ、年末の時は本当にね、もうすごい人だったんですけど、まあ、ちょっと今はマシになったみたいですけどね。それでも、もう、やっぱりすぐなくなるみたいですね。残ってないですね。やっぱ夕方見に行くと。で、ピオリンステーションっていうのは、新幹線の、まあ、南口と、あと、高島屋の方にもね、もう一つありますからね。皆さん一回、興味ある方はね、ひよこのプリンね、食べてみてください。まあ、持ち帰ってみてください。まあ、なかなかね、まあ私はね、もう一回食べたんで、もう味わかったんで、もういいですね。まあ写真撮っときゃ嫌かなと思ってね、いっぱい並んでる時に写真撮りましたね。それでね、ピオリンもね、すごいですよ。人気高いし、最近ね、なんか物が売れると思って、ピオリンのグッズも売り始めたんですよ。ピオリンのね、まあひよこみたいなぬいぐるみが売っとったんですけど、こんなやつなんですけど、写真私も撮りましたけど、確かね、あれ2500円ぐらいするんですよ。それで、商売するなとかって思いましたね。ピオリンのキーホルダーとかいろいろ売ってましたね。確か1000円ぐらいしますね、あれ。それで、まあプリン持ち帰るのがね、ちょっとね、不安やっていう人はプリンだけ1個食べて、それ買ってくのもいいかもしれませんよ。これピオリンやって言って言えば、ぬいぐるみやったらね、潰れてもまた元に戻りますので、ピオリンのぬいぐるみとかも最近売っています。僕もびっくりしたんですけど、こんなもんまで売るんやなと思って。だからピオリンステーションがある隣にも一応お土産屋さんもありますね。どうですか？私が、食べに行ってるもの。参考になりましたか？まあ、私もね、なかなか目悪いもんで、なんかね、結局、
外れた店もあるんですよね。まあ、ちょっとここで言うと、その店の評判がまた落としてしまうもんで、僕の正規になってしまうので言えないんですけど、まあ、ちょっと入って行ってみようかとかで、まあ、ラーメン屋とかちょっと行ってみようかとか、中華料理屋ちょっと行ってみようかとかって行ったことないとこは行ったんやけど、なんかね、そのホームページではね、しっかりとね、その、上手に美味しくね、なんかうまく書いてあったんですけど、なんかそれと全然違う味だったなとかって言うて、当てが外れたとこありましたね。そんな安くないのにと思って。それで、そんな美味しくない店も、やっぱり名古屋にもありますので、で、美味しくない店、なんでこれ長いことやっとんのかなって僕も不思議に思ったんですけど、まあ、名古屋でまあ流行るんかなと思うんですけど、まあ、皆さんね、名古屋、まあ、観光に来る際は、まあ、名古屋名物を食べるのもいいけど、まあ、さっき私がまあ、紹介したどこのレストランもまた食べに行ってみてください。まあそれね、当たり外れもあるかもしれませんけど、まあ大体基本はですね、まあ平日の、まあお昼とか夕方に混んでる店やったら、まあ美味しいと思いますので、混んでない店はね、美味しくないか、まあ高いかっていう感じです。まあ並んでないからね、まずいってわけじゃなくって、高いっていうのも原因があると思いますので、またそれもね、まあ見極めてみるのもまた面白いですよ。あとですね、まあちょっとね、食べることはちょっと今からちょっと終わりにしまして、私は名古屋へ行った時によくブラブラするところがあるんですよね。で、私がよく行くところは、まあ動画でもよう見てもらってると思うんですけど、名古屋港水族館とか、東山動物園とか、名古屋城とか、あと、スカイプロムナードっていうのを動画出したことあるんですけど、よう行くんですよね。で、あんまりほとんど行かないのは、まあ、名古屋城とか、まあ、東山動植物園ですね。で、名古屋城とか東山動物園っていうのはなぜほとんど行かないかっていうと、まあ、あんまり見るところがないからですよ。結局は。で、結局東山動植物園っていうのは結局動物園っていうのが感じじゃないですか。で、動物園は、まあ、一人にね、言ってもらわないとカメラ撮れないんですよね。それ見えないんですよ、それが。それで、トマトのもんやったら撮れるんですけど、モンゴルトのものを撮るとはもう難しいんですよね。象とかはね、まあ、取りやすいですけど、細かいものはちょっと無理なんですよ。で、サボテンとか、まあ、花とかはね、まあ、止まってるものなんで、まあ、誰でも取れるんで、まあ、僕でも取れるんですけど、まあ、そういうものが見たいもんで行くだけなんですよね。一回だけ行きましたけどね、ちょっと夏に暑かったんですけど、まあ、ちょっとええ散歩になっていいかなと思いましたけど、動物はね、まあ、暗いところとか、コアラとか見えなかったですね、なんか。細かいものはちょっとどうしても無理でしたね。見える人はいいなぁと思いましたけど、まあ、しょうがないなと思ってますよ。見えやんの。これは僕の運命なんで。で、まあ、僕は好きなのはね、まあ、東山動物園で好きなのはサボテンが好きなんですよね。サボテンの動画も多分見てもらってると思います。あと、まあ、あとですね、名古屋城はですね、何を見るかっていうと、名古屋城の城だけはただ見に行くという感じですね。それちょっとぐるっと回ってみて、まあお菓子食べて、まあジュース飲んだりとかして、まあ帰ってくるような感じなんですよ。それ本丸御殿とかも、まあ無料で入れるんですけど、あれはちょっと見える人が入っていかないと、ちょっと僕一人では行けないんですよね。それ柱もね、昔の建物に使ってますから、ここら辺にね、天井があったりとかするから、一人で行ったらそれに激突する可能性が高いんですよね。怪我しても危ないし、それであそこのものっていうのは、重要なものなんですよ。それで建物自体も、その壁に触れてもいけませんし、障子に触れてもいけません。それでね、ちょっと触れるもんやったら、なんか言われましたね、もう、すいません、ちょっとそこを触れないでもらえますかとかって言われて、それで見えやんで、どうしたらいいんですかって言ったら、いや、どうせ疲れてるからなんですけど、だから杖持っとる人にも当たったらなんか言われるんでしょうね、多分あれ。杖持っとる人に言うのはちょっとおかしいと思いますけど、まあちょっと見えないとあそこは危ないです。まあ確かにね、綺麗なんですよ、障子とかのその絵とかがすごい綺麗な、立派なとこなんですけど、まあ親とね、まあ2回行ったんで、まあいいですね。だから本丸御殿もまあ素通りしていくような感じなんですよね。まあ見たいですけどね、いいんですよ、あれ。ね、昔子供の時はあんな目見たいと思いますけど、なんか年を取ると、なんかあんな地味なものが見たくなるんですよね。
じゃ本丸御殿ね、まあ皆さんも、観光に来た際はね、ついでに見てってくださいね。値段一緒ですから。それでね、名古屋港水族館、名古屋港水族館はね、ほんとよく行くんですよ。多い時は月に2回ぐらい行きまして、名古屋港水族館の何がええっていうと、まあ、危なくないからですね。まあ、どこ行っても危なくないようにしてありますから、車椅子とかも行けますし、スロープとかちゃんとエレベーターとかも完備されてますから、それで、雨が降っとって、まあ、雪が降っとっても、まあ、楽しめるとこなんで、それで、ね、動物みたいにね、動く範囲が、まあ、水槽の中って、で、決まってますから、どっか行ってしまうことはないじゃないですか。だから、水槽のものっていうのは、もう範囲が決められてるので、まあ、僕でもね、まあ、見たりとか、写真撮ったりとか、動画撮ったりとか、またしやすいんですよね。で、動物園はもうどうにもならないんですよ。どこ行ってもそうなんですけど、動物園は。だから、どこ行ってもね、動物園はつまらないんですけど、まあ、水族館は、まあ、そういう点では、だから、いいんですよね。僕みたいな目悪いもんでも、まあ、見れるってことで。ね、魚でも、ね、ペンギンでも、そんな、池屋のとこには行かないですから、その中しかおれませんから、まあ、その中見とったら動画も撮れるし、写真も撮れるから、水族館はいいです。で、水族館でね、まあ結構好きなものは、私はね、ペンギンさんこんにちはっていう動画を出してるんですよ。で、ペンギンさんこんにちはで、ね、ペンギンさんよう見てもらってると思うんですけど、ペンギンの動きとか、って泣いてるのがね、最近好きで、ああいう動画とかも撮ります。で、僕はなんで泣いてるのかな、怒ってるのかもしれないなとか、僕はよくわかんないですけど、まあ、暇なんでしょうね。何もすることもないし、餌も取りに行かんでもいいし、時間が来たら餌ももらえますからね、野生じゃないので。で、あそこの名古屋港水族館はペンギンがね、面白いですよね。まあ、見に行ってください。あとね、名古屋港水族館で、迫力があるのは、シャチがね、迫力があります。で、シャチもね、やっぱり動物なんでね、下にほとんど降りてこない時があるんですよね。降りてくる時は降りてくるんですけど、なんか尻隠れしてるっていうか、なんかね、その人間のようにはね、見たようにはしてくれないですね。やっぱり動物は、動物なんで。で、あとですね、まあ、かわいいかわいいって言われている、ベルーガっていうのがね、いますね。で、ベルーガは白イルカです。もう元々は灰色だったらしいんですけど、大人になると真っ白になるらしいですよ。で、名古屋港水族館でもさって言ってますので、あれもね、結構可愛いですから、一回見てください、表情とか。あれもね、まあ、撮れますわ、ちゃんと。一定のどこ回ってますからね。あとですね、私がよく撮る、ウツボ。可愛いウツボっていう動画出すと思うんですけど、私はね、長いもんとかね、くねくねしたものがなんか好きなんですよ。それも私が、まあ、ヘビとシアっていうのもあるんかもしれませんけど、私ね、ヘビとかもね、なんか好きなんですよね。で、最近はちょっと見てないんですけど、ヘビ。YouTube でね、ダイジャーラウンジっていうのがあるんですけど、ヘビとかもよく見てました。で、今私がね、ヘビを見てると、結局ね、動画がね、結局 YouTube が、それをね、お気に入りっていうかね、出てくるんですよね。何回か見るとね、あれ出るんですよね、何回か。で、またおすすめって出てきて、それでアカウントが一緒なので、うちの親が見てる YouTube も僕のアカウントと一緒なんで、それ僕が見たものが結局、うちの親がね、結局ヘビが出てきたとかって言ってましたね、なんか。だから逆にうちの親が見たものがおすすめで、まあ僕のとこの iPad に出てくるんですよ、これ。だからね、隠し事できないんですよ、家族で。だから家族のもので一方の人がエッチなもの見とったら、その思い通りの人がなんか、奥さんとかね、エッチなもの見て、これ何見とんねやろとかってなるんですけど、家でもう問題になるんですけど、そういう話も聞いたことあるんですけど、まあそういう感じなんですけどね。だからまあそのウツボもなんか蛇見てるんじゃないですか、なんかそれで、水の中なんて縦横無尽に動くじゃないですか、上行ったり下行ったり、それで、くねくねしとったりとかね、なんかこう口を打って。ってしてますよね。なんか、ちょっとすいません。えげつないことを見せてしまったあれなんですけど、あれがね、面白いんですよ。それでなんか模様がなんか面白いもんで、なんか見切ってしまうんですけど、でも私はくねくねしたもの好きですし、あと亀もね、好きなんですよ。
亀の動画も確か3つぐらいか たくさん出てると思うんですけど、亀も好きで、まあ、名古屋港水族館っていうのは、まあ、飼育とかね、まあ、そういう、観察とかもよくするところなんですよね。でね、亀がね、まあ、あと亀がね、のしのし亀がありとる動画とかも出したと思うんですけど、あれはね、うまい調子にいったらね、あったんですよね。あそこはね、砂浜もありまして、で亀がね、そこで、まあ、卵を産んで、まあ、お産するっていう感じですかね。そういうのがね、運がいいと見れるんですよ。それで、あそこはね、砂浜で、まあ、亀ありとの、私初めて見たんですけど、動画を撮ってありますんで、なんかあんまり再生回数があんまり良くないんですけど、あれはね、なかなか見れないんですよ。見ようと思っても見れるもんじゃないので、あんな見れないですよ、なかなか。で、テレビやったら見れると思うんですけど、水族館でね、行ってパッと見れるもんではなかなかないんですよね。あれ、運がいいんですけど、名古屋港水族館、まあ、大きい亀とか、あと小さい亀もいます。で、その亀の動きも結構面白いですよ。それで、あと、アマゾンっていう水槽が多分あると思うんですけど、アマゾンじゃなかったら申し訳ないですけど、そこにね、長いね、首を持った亀もいます。で、その亀も結構面白いです。で、あれはね、近くに三重県鳥羽水族館ってあるんですけど、ああいう長い首の、亀は、名古屋港水族館しかいないんですよね。またその長い亀のね、長い首の亀、よかったらちょっと面白いんで、また見てくださいね。なんかあれが牛のようにも見えるとかっていう話も聞きますね。それで、あと名古屋で、あと、まあ、人気なものっていうのは、チンアナゴって言います。チンアナゴ。チンアナゴっていうのはね、チンっていうのは、まあ、犬から来るらしいです。犬のチンから取って、チンっていると思うんですけど、犬のチンから取って、そのチンアナゴって言われる。これね、長いものが。変なものって何ですよ。手ですよ、ちゃんと手ですよ。手が映ってんですよ。だから大丈夫です。YouTube なんで。変なもんじゃないですよ。こういうものがね、動いてるんですよ。こういうものが。で、こういうものがね、いっぱい動いてまして、それがね、すごい人気があります。で、私最近その動画も撮りましたけど、チンアナゴもなかなか見れないですよ。見たくても。あれもね、なんかね、地味なんですけどね、面白いんですよ。それであれ見てる人結構多くって、まあ、写真よりかね、私最近動画の方がいいかなと思って、写真は止まってますからね。YouTube でも見てもらえませんし、まあ、動画やったら後で撮って自分でね、結局テレビで見れますから、Apple TV で見るんですけど、自分の撮ってきた動画とかももうテレビに映して見てるんですよ。だから、名古屋港水族館は、あとですね、あとクラゲとかも綺麗で、まあ、クラゲ、一時しか前やってなかったのが、この後ってなんかずっと今クラゲ、同じことばっかやってますね。名古屋港水族館は確かこれも2年ぐらいも同じことをやってまして、まあ、結局、それ以上やると人が増えるからできないみたいな感じです。そイベントとかももういっぱいいろいろ中止になってまして、あと、まあ、イルカショーもね、まあ30分だったんですけど、今でも15分か16分で終わっちゃうんですよね。喋っとるのがほとんどやっていう感じですね。あれ見た感じ。見たんですけど、完全版っていうのを私出したんですけど、イルカショーの。それ16分ぐらいで多分終わってると思うんですけど、多分話ばっかしてると思います。まあ多分ね、あれ長いことやると人が多くなって密になるからやらないんやと思いますけど、あとですね、まあ話長くて申し訳ないですけど、この名古屋港水族館と、あとまあ言うとったらスカイプロムナードと、名古屋城と東山動物園。まあ、東山動物園とちょっと名古屋城はほとんど行ってないんですけど、なんで私がこうやって行けるかと言いますと、まあ、もちろんね、目が見にくいので、まあその借りられたところしか行けれないんですけど、私は新商社手帳というのを持っていまして、それでまあ無料でまあ行けるところなんですよ。無料で。まあでもそれはね、ありがたいことらしいですよ。なかなか普通の人だったらそんな水族館やったら2000円ぐらいしますし、確か動物園とかも1000円ぐらいして、確か名古屋町とかも1000円すると思うんですけど、あとそれ言ってた、もう一度まだ言ってなかったんですけど、ミッドランドスクエアのスカイプロムナードっていう展望台、まあ動画に出してると思うんですけど、あそこも確か760円ぐらい1回するんですよね、あそこ入るだけで。だから、そういうのもね、まあ無料にしていただいてるのでね、まあ私はね、なんで無料になるんかなと思ったんですけど、お父さん言ったら、
あの無料なトンネルありがたいと思って入ってったらええわって言われて入ってるんですよ。だから名古屋っていうのはまあいい街ですよね。そういう面では結局障害者をこうやって大事にするんですから。あとですね、まあ私は名古屋に住んでないんですけど、まあ三重県なんですけど、もし名古屋に住むと、あの名古屋市営地下鉄とかね、市営バスとかがまあ無料で乗れるそうです。それでね、あのまあお年寄りの方はね、前本当はね、もうずっとね無制限で乗り取ったらしいですけど、確かね年間なんか700回に なるんかな、なったんか分かんないんですけど、そういう制限になんかなったみたいですね。で、障害者はまあその券を渡されて、まあ無制限でまあ乗ることができるみたいです。で、夫婦の場合はまあ2枚まあもらえるそうです。でまあ、もちろんね、僕名古屋のものではないんで、まあ半額でね、まあその乗ってるような感じなんですよね。そのまあ名古屋市営地下鉄とか、その市バスはよく乗るんですけど、あと青波線になるかどうか知らないですけど、青波線は半額で乗ってるんですけど、まあ、JR はなりませんし、名鉄もなりませんけど、まあそうやって半額でまあ乗れてるんですよね。まあ私は三重県の人間なんで、まあ無理なんですけど、名古屋はだからそういう面ではすごいいいところです。それでね、まあちょっとスカイプロムナードの話をちょっとしてなかったんですけど、スカイプロムナードも一応安全なんですよね。スカイプロムナードはね、まあ階段を上ることなくエレベーターとエスカレーターで上へ行けますので、まあもちろんね、そんな高いところにね、階段で行ったら何十分もかかりますからね、階段あると思いますけど、地下1階からね、41階まで上がるんですけど、まあ、エレベーターで乗ればね、まあ、50秒ぐらいで、まあ、行くんですけど、あそこはね、まあ、東海地方で一番高いビルなんですよね。で、高さが270メートルのところの高さにありまして、それで展望台はですね、まあ、中なんですけど、まあ、上が空いてるので、まあ、外見たいです。だから雨の日はね、ちょっと無理ですね、あそこ見るのは。雨の日は無理なんですけど、まあ天気が、まあ雨が降ってなかったらいいです。それ曇ってる時はね、まあまあどこの山でもそうやんですけど、曇ってる時はなんかその周りの景色はちょっと見にくいですね、ぼやっとして。でも冬はね、やっぱり冬とかが一番綺麗に見れます。それ晴れてる時がね一番いいですね。まあその天候によって、天候がもう分かりやすいところですね、結局は。それね、まあ、冬のね、夜、まあ、寒い時が一番ね、景色がいいんですよ。で、夏の暑い時は、もう空気が、ボーンとしてますから、まあ、なんか、もや赤かったみたいになってますね。名古屋は夏暑いんで、それで、まあ、あそこはね、まあ、冬の夜とかね、昼がね、まあ、おすすめです。それでね、まあ、風がね、まあ強い日はもう本当にすごい強いですからね。まあ夏は涼しいんですけど、冬がね、めちゃくちゃ寒いんですよね、あそこ。あそこは寒いんです。だから、あそこは車椅子とかも行けますから、車椅子の方も一回行ってみてください。それで、障害者手帳を必ず提示したら、無料になります。で、介護付きっていうのがついてましたら、二人無料になりますので、新商社手帳は忘れないようにしてください。ちょっとすいません、またちょっと鼻が出てきて、でまたちょっと、あとですね、誰でも無料スポットが他にあるんですよ。もちろん公園なんで、まあ無料なんですけど、名古屋のね、鶴舞公園っていうのも結構見どころです。鶴舞公園っていうのは、まあ季節の花とか、もう私、まあ去年のまあ6月ぐらいに、まあちょっと見に行ったんですけど、それをちょっと名古屋の観光協会の方にちょっと聞いて、鶴舞公園のアジサイがすごい綺麗やっていうので、そこはね、すっごいいっぱいアジサイがありますね。ガマゴーニの方にもそのアジサイのなんか公園のとこあるみたいですけど、そこはお金いるみたいですけど、ここはね、もう無料です。で、ここはですね、憩いの場みたいです。すごい大きな公園で、
なんかちょっとしたなんかな飾りの建物みたいな建てましたね、なんか。まあ私のインスタグラム載ってるんですけど、そこはね、アジサイがね、すごいいっぱいありまして、いろんな種類のアジサイがあって、だいたいそこで私3時間ぐらい見に行きましたがね、それ汗だくになって。暑かったですよ。でもね、アジサイ綺麗でね、たくさん見に来てましたね。その鶴舞公園っていうのはね、まあ行きにくいんですよ。まあ JR で行くと一本で行けます。JR の中央線で乗ってもらったら一本で行けますね。中央線で行った方が楽ですね。で、私はね、まあ値段安いで地下鉄で行ってみたらね、まあめんどくさい。30分かかったんですよ。なんか迷ったんですよね、あれ。名古屋からね、東山線乗って、それ伏見で、まあ、鶴舞線乗り換えるんですけど、その乗り換えがちょっとややこしいんですよね。ホーム嫌いなんですわ、いつも。で、境やったらね、乗り換えやすいんですけど、あそこなんかね、ちょっと間違うと、また戻ってこないといけないので、いつも乗り慣れてないとこはダメですね、だから。だからね、鶴舞公園、まあ、花見たい時はね、まあ、JR で行った方がね、楽ですね、中央線で。それで、鶴舞公園っていうのはもう今からもうすぐなんですけど、もう桜っていうのが開花します。で、桜がね、よう見れるところなんですよね。で、名古屋の、まあ、名古屋近辺で一番見えるところなんです、桜が。で、桜そこも立派ですから、まあ、密になってはいけないんですけど、よかったら見に来てください。僕も最近その桜がそこいいって言われて、最近鶴舞公園とか見に行くんですよね。で、鶴舞公園はまあ無料ですからね。電車代だけですね。皆さん一回行ってみてください。あとですね、栄なんですけど、栄もこれ無料なんですけど、昔はね、有料やったんですよ。で、栄に、まあ今、フラリエっていう、まあ商業施設というか、まあ名古屋市がやっているんですけど、フラリエって言って、まあ、花が咲いた公園とか、温室の花が咲いた公園とか、結構ね、花が綺麗で、あと草とかね、薬草とかいろいろ生えてるところで、結構綺麗なところなんですよ、公園。で、ね、結構ね、カメラは好きな人がね、そこを撮りに来てました。で、私もそこ3時間ぐらいいましたけど、名古屋の都会の中に、そういう、まあ、オアシスみたいなところが、まあ、あるんですよ。で、なんかね、結構庭園がね、結構綺麗なので、洋風の感じの庭園ですね。一回行ってみてください。前はですね、そこはね、蘭の館って言って、まあ、個人が経営する公園やったらしいんですよ。で、なんかお金がいったらしくて、で、結局それ経営がなんかできないようになったんやと思いますが、それでなんかテレビでね、なんかフラリエになるって言って、それで名古屋がなんか管理するとかっていうことだったんですよね、名古屋市が。だから、まあ、経営が悪くなって、まあ、蘭の館が、まあ、そのフラリエになったと思うんですけど、フラリエは本当に無料で、そういう季節の花がいっぱいありますから、それでね、駅がね、まあ、地下鉄の名城線上前津駅か、あと、上前津駅が一番行きやすいですね。あと、矢場町からも行けますし、まあ、栄からも行こうと思ったら行けますので、皆さんちょっと何番かちょっと忘れたんですけど、また聞いて行ってみてください。そこはね、まあ無料です。鶴舞公園と同じで。また皆さん行ってみてください。すいませんね。ちょっと長い話になりまして。あとですね。まあ、もうすぐでしたら終わるんですけど、私、電車が好きっていう話をよくしたことあると思うんですけど、してないかな。私、電車もね、結構好きなんですよ。で、結構ね、音楽好きな人っていうのは、電車好きな人多いんですよ。昔電車の日本の全国の電車を全部乗るっていう、ドラマが確かあったと思うんですけど、森口なんとかっていう人だからかな。関口智弘さんっていう人が、ようテレビでやってたと思うんですけど、人は確か JR を全部乗り尽くすっていう、なんかドラマっていうのが前あったと思うんですけど、何回も分けて。でもう今その人どうなったかわかんないですけど、最近は海外の電車とかもなんか、そういうのやってみたいですけど、その人もね、音楽好きみたいですわ。それで、パソコンで音楽作って、それでなんか、ちょっとしたキーボード持ち歩いて、それで弾いて、それで演奏してましたね。
で、その人もすごい鉄道がすごい好きな人でしたね。あのテレビでも多分 NHK でもあの見た方もおると思います。あと YouTube のあのスーツチャンネルっていうのを、まあ、スーツチャンネルでスーツ交通とスーツ旅行チャンネルっていうのがあると思うんですけど、あのスーツ、まあ、本名はね明かしてないみたいですけど、その人もあの音楽好きみたいですね。その人もまあ旅行のことも本当にねいっぱいよう知ってますね。もう細かいこの私の知らないところまで知ってますし、近、まあこの近く、私の近く近鉄走ってるんですけど、近鉄のこともよう知ってるんですよ、細かいところまで。それでまあこの人はね JR 東日本に入りたかったらしいんですけど、まあ入れなかったっていう話聞いたんですけど、でもなんかどこの会社か分かんないですけど、そういうなんか旅行関係の会社に入ってるんですかね。だから、旅行の、まあ、宣伝したりとかして、いろいろ、それで、まあ、収入を得てるんですかね、それ YouTube で。それで、その人も結構ね、音楽好きみたいですね。自分のオリジナルの音楽かけて、よく YouTube やってると思います。で、私がね、まあ、よく見るチャンネルでもありますね、このスーツ旅行チャンネルと、スーツ交通チャンネルっていうのがあるんですよね。これね、なかなかね、旅行に今コロナで行けないし、まあ目張りでなかなか行けないんですけど、それ見てね、ちょっと旅行した感じになりますよ。それ大きいテレビに見ますからね。まあ、ちょっとまあ元に戻るんですけど、まあこうやってね、鉄道好きな、まあ好きな人は、こうやって音楽やる人がもう結構多いみたいですね。まあ僕もね、そうなんですよね。それで、私はまあ写真を撮るっていうまあ趣味もありまして、まあ結局こうやって iPhone で、iPhone は今こう充電なんですけど、今充電してたんですけど、この iPhone で今、まあ、もう簡単に撮れる時代になったじゃないですか。それデジタルカメラでよう撮っとったんですけど、あれなんか映り悪いですね。それこれで撮るとね、きちっとくっきり撮れるんですよね。それ暗いとこもよう撮れるんですよね。それ明るいところもなんか光がちゃんと調節されてちゃんと撮れるんですよね。今の iPhone ってすごいですよね、なんか。それで前デジタルカメラも撮ったんですけど、あれはボケてなんかね、おかしかったんですよね。夜の、例えば特に、その、まあ、ミッドランドスクエアのスカイプロムナードから、ね、夜景撮るときでも、ボケるんですよ。普通に。普通のカメラで撮ると。それで、ね、この iPhone のカメラで撮ると、まあ、ボケるんですけど、そんな、しっかり見たらボケてるんですけど、そんなめちゃくちゃね、もう派手にボケではないんですよね。それで、割とね、明るい画面で映るんですよ。すごいですね、それも。普通のデジタルカメラやったら、いいやつやったら、まあそんなことないんですけど、まあ僕が持ってたやつは2万円か1万円のデジタルカメラなんで、そこまではね、明るくね、あんな綺麗に映んないですね、はっきりとは。で、動画とかも、まあもちろん前のデジタルカメラは動画撮れなかったんですけど、動画もものすごいね、まあちょっとやっぱブレもありますけど、まあ結構ね、滑らかで結構綺麗かなと思います。ちょっと早なると滑らかじゃなくなるんですけど、これね、しっかり撮れます。まあでもね、しかしね、ちょっとね、弱点がありまして、こうやって喋っとる声とかね、こうやって今音楽かけとる音はちっと入るんですけど、私のね、せっかくのフルートの演奏の動画はね、動画は撮れるんですけど、綺麗に。音はね、なんか変なね、ちゃんとした音が出てないんですよね。そういう人に聞いたりとか、まあ専門書に聞いたら、まあ、フルートみたいな、まあ、高音とか低音の音は、まあ、難しいんですわ、とかって言われて、それで、まあ、高い壁な、買ったじゃないですか、これ、確か、シュエムっていう、なんか3枚くらいの、これ買ったんですけど、これですね。これね、確か3万2000いくらかしたんですよね、これだ、こんなんが。まあ、でも結構ね、これでちゃんと取れますから、いいんですけど、で、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと脱線して、また、電車の話もなんですけど、電車は私は結構好きなんですよね。なかなか遠いとこ行けませんから、まあ近鉄の発車メロディー撮ったりとか、近鉄の動画をバンバンこの iPhone で撮ったりとか最近するんですよ。それちゃんと撮れるじゃないですか、きちっと。それで、前のガラケーは撮れませんでしたから、この iPhone はちっとパッチリ撮れますからね。まあちょっとボケてますけどね。だから、近鉄のね、近鉄特急とかね、近鉄特急、火の鳥とか、島風、ビスタカーとか、あとサニーカーとかね、アーバンライナー、アーバンライナーネクストとか、
何だっけ、あれは、エースってやつか。で、あと AEC とかね、22000系とか、22600系とかいろいろ言ってると思うんですけど、あと、まあ、団体列車のあの、マホロバっていう車両とかね、あと、まあ、ここら辺では走ってないんですけど、あの、吉野線の桜ライナーとか、あの、青の交響曲っていう電車があると思います。で、あとね、ネズミ色の急行でね、まあ、ここら辺には走ってないんですけど、名古屋線では。で、大阪線とか、あの、奈良線でよく走ってる、そういうのも、まあ、見たことはありますけどね、そういうのも撮りましたよね。写真とか動画撮ってますけど、名古屋ではね、まあ、最近名古屋に行って、入場券が確かないと入れないんですから。でも、あの入場券っていうのは、2時間って決められてますよね。で、2時間で見るっていうのは大変なんで、私はね、こういうことあってるんですよ。乗車券をまあね、まあ、スイカでパッと当てて、まあ、入れるじゃないですか。で、この間、ちょっと名鉄で、ちょっといい方法考えて、ちょっと名鉄のあの名古屋本線っていうのはすごいじゃないですか。電車がいっぺんに来るじゃないですか。それで、まあ、犬山線と、何っけ、あの、岐阜行く線とが一緒になってるじゃないですか。それで電車が次から次へと2分おきに来るんですよ、あそこ。それで、鉄道ファンからもすごい人気がある駅で、で、私もこの間撮りに行ったんですよ、昼。そしたらね、ミュースクエアが来ないんですよ。ミュースクエア撮りたかったんですけど、で、なんかね、そのコロナでなんか運休してるって言われて、ああ、まずいことしたなと思って、ね、残念やったなと思って、それでまあ、結局ね、名古屋からまあ、金山まで乗ろうかと思って、で、まあ、そこでね、1時間か2時間ぐらい、その名古屋のホームで電車見てましたけど、まあ、やっぱりミュースカイはね、もう運休やったみたいです、昼は。だから皆さんね、見に行ってもミュースカイは見れませんので、まあ、他の車両はね、まあ、見れますので行ってください。それで電車のね、まあ、6両とかね、8両はほとんどないんですよね、昼は。やっぱりね、その近鉄道の味で、やっぱ乗ってないもんでね、その、だから中部国際空港行く電車も少ないですよね、今コロナで。まあ、その空港の、ね、飛行機がほとんどね、その国際線がね、まあ、動いてませんからね、それのためやと思うんですけど、それでまあ、名鉄、ちょっとね、1時間、2時間ぐらい、まあ、この間動画撮ったんですよ。まあ、見てもらった通りだと思うんですけど、まあ、近鉄の電車も面白いんですけど、この名鉄の電車も、次から次へと来るから面白いですよね。それでね、まあ、名古屋の駅っていうのは、だいたい200万人の人が、1日利用するそうです。200万人。それでほとんどの大部分っていうのはこの名鉄線を利用するらしいです。名鉄線が一番多いらしいですよ。なんか新幹線がなんか多いかなって思うんですけど、普段はこの通勤通学に使用する電車っていうのは名鉄電車を使う人がまあ大半おるそうで、でまあ俳優たらまあ、この間言うとあれですけど、東京の例えば池袋は240万人って言われてて、東京のまあ一番多いところ、まあ、世界一多いとも言われてるんですけど、そこは新宿はまあ300万人とは言われてるんですけど、でも名古屋それで考えてみると、名古屋それでも200万人じゃないですか。新宿から比べたら100万人少ないわけですけど、それでも200万人いるんですよね。すごいですよね。それでほとんどだから名鉄を使う人がその200万人の人が多いみたいなんですよ。で、名鉄っていうのは、まあ、僕はその朝は名鉄っていうか、まあ、近鉄の方なんで、名鉄乗るっていう機会は朝ないんですけど、朝のその一宮から岐阜から来る電車は、本当にね、どうにもならないぐらいの満員らしいですよ。それで、大体ね、急行とか特急とか走ってますけど、大体8両で走ってて、それで、ぎゅうぎゅう詰めで、それで、駅員がこうやって押して、乗せるって言ってましたね。今もコロナでそういうのしてないと思うんですけど、前はね、そうやったらしてる。それもうどうにもならないぐらい電車が混んでるみたいですね、名鉄も。混んでたみたいです。で、急行とか、まあ、特急とか。特急ってね、名鉄の場合は、特急券、まあ、特段と取りませんからね、一部の指定席の部分がちょっと300円取るだけで、近鉄みたいな特急券いらないんですけど、まあ、そういう早い電車には、まあ、早い行きたいから、まあ、乗るんですよね。だからすごいもの、ぎゅうぎゅう詰めらしいですね、名鉄は。今どうかわかんないですけど、まあ今もそうかもしれませんけどね、コロナが収まったんで、でそれだけ名鉄っていうのは利用者が多いみたいですね。だからその、ということで、電車もやっぱり次から次へと、余計来るっていうことなんですよね。その朝ラッシュとかその夜とかね、
だからその私はね、まあ朝早行くのもちょっとできないし、夜おったらなんか帰れなくなりますので、あの子おったらなんかちょっと昼間とって、まあちょっとね、まあ、金山まで乗ってみようかと思って、それ金山の間に駅って三ノ駅っていうのがあるんですよ。で名古屋の名鉄駅に、まあ、乗って金山の方面に乗るんですけど、三ノ駅っていう、まあ、各駅停車しか止まらない駅があるんですけど、皆さんちょっとこれ聞いておいてください。この三ノ駅ね、皆さんいいですよ。その三ノ駅って、まあ、普通列車しか止まらない駅なんですけど、ちゃんとね、あの見る場所があるんですよね。見る場所ではないと思うんですけど、大きな鉄道ファンのために、ね、多分あれあの場所作ってくれてるのかもしれませんけど、あの屋根がない場所がたくさんありまして、結構ねあのホームの幅も広くって、あそこやったら、ね、安全に動画も撮れます。それでね、まああの普通列車しか止まらないですけど、特急とかね急行とか快速特急がどん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 通過するんですよ。それでねすごいですよ。それだけじゃなくて、そこはですね、あと東海道線とかね、中央線とかね、あと新幹線もついでに見れるんです。そうでしょ、新幹線なんて名古屋駅で見とってもホームドア上がって見れないじゃないですか。でなかなかね、その名古屋で新幹線を見るっていうことはできるんですけど、なかなか見れないじゃないですか、なんかちょっとしたとこしか。それでなんかホームドア、まあ今はねその危ないでホームドアつけてるんですけど、あの名古屋駅もでホームドアとかそういうものに幅ないとって、多分ね見るのは難しいと思うんですよ、じっくり見ようと思うと。それで新幹線のところはまあ入場券じゃないと入れないじゃないですか。それでまあ新幹線乗るのに急いでますからね、そんな見てるところじゃないので、まああのね、その鉄道を本当に見たいなと思う方はですね、あの名古屋の名鉄からまあ金山方面の間、まあそのね名古屋の釣りの駅の三毛駅に降りていただいて、あのまあ東海道線、東海道本線と中央本線と、あの新幹線、東海道新幹線が見れるんですよ。でちょうどね新幹線がそこ加速するとこなんで、まあ200キロぐらいはもう出てるのかなと思います、あそこら辺で。それで今加速度は新幹線速いので、それでね、まあ中央線はねちょっとねちょっと半分ぐらい隠れてるんですけど、まあ昼やったら、で夜やときちっと見ますよ。夜はねあの電気ついてるんで、あの中央線もしまあしっかり見えてるような見えてないようなであの東海道線はねもうバッチリこれ目の前走りますから、目の前見えてるね、この目の前走るんで、それで結構開けたとこなんで、じゃあそこやったらあの人もねそんな歩いてないし、ほとんどねその人は乗らない駅なんですよね、普通列車なんで。それで前なんかね、昔なんか名古屋球場があったとこやったみたいです、話によると。だから名前もなんか変わったみたいですね、三ノ駅に。だからこの三ノ駅で私もこの間ね、まあ、2回ぐらいおって、まあ、2時間ぐらいおったんですけど、動画はここに残してると思いますけど、あの通りですね。でまあ、あの平日はね、なかなか帰らないといけないので、ちょっと見に行くことはできないんですけど、まあ、ちょっと土日に撮ったんですけど、まあ、平日だったらもうちょっと本数があると思いますね。残念ながらね、あそこはね、東海道線とか中央線はほとんど特急は走ってないんですよね。中央線の特急、長野行きの信濃ぐらいですかね。あと、回送の、あの、しらさりがたまに通ったりとかするぐらいですね。そういう感じです。だから、あの、乗車券をね、まあ、名古屋名鉄、名古屋から金山まで買うと、あの乗車券はね、あの何時に出てかないといけないというのはないので、何時かおってもいいので、あの電車本当にね、名古屋来て電車見たいなって、電車好きな人はまあ電車の写真はじっくりと撮るってちょっと難しいんですけど、あの動画をね撮っていただくのにはあそこは本当にいい場所です。あの人にも迷惑かけませんし、あのトイレもね、下に降りてたトイレあるみたいなので、それ自動販売機もありますし、あとちょっと休憩するね、あのベンチとかもありますし、あのちょっとあの待合室もありましたんで、あの休憩するにもね、それ大丈夫だあれなんですよ。それ休憩する時も電車が、ね、バン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 見えますからね、東海道線、中央線、新幹線が見れるんですよ。僕もね新幹線見たかったんで、うわここはね絶好のとこやなと思って、余計な音もないんですよね、ここあの名古屋の都会にしては。それで
まあ、金山で見るのはちょっと不可能ですね。いろんなものありますから、他のものも入りますからね。この山王駅は一番いいですよ。まあ、途中データのね、途中飛騨とか、あと何ですか、南紀とかが、まあ見れないですけどね。向こうの岐阜の方に向いてってしまいますから、それは見れないんですけど、あとね、まあまあ私がやった、この間やった行動は、まあ名古屋で動画撮って、その名古屋の名鉄の駅で、それで山王駅でまあ動画をまあちょっと撮って、それでまあ金山でまあ降りて、それでそのまままた JR のに乗って、JR のホームへまた入ってってね、また JR からまあ名古屋にまあ戻るっていう経路だったんですけど、それはまあ、金山駅でまあ中央線のまあ通過の特急とか、あと普通とか快速とか、貨物電車がたまに来るので、それを撮ってましたね、動画を。それでそこでまあ、小一時間ぐらい降りまして、それでまた名古屋の方で行って、それで名古屋の方でまあ乗車券なんで、まあ何時に寝ないといけないというのはないので、まあ2時間ぐらいいましたよ、名古屋の駅に。それでそこで特急とか貨物電車とか、それで快速とかね、まあ普通列車とかをバンバン撮ったんですよ、動画を。で、ここに動画残ってると思うんですけど、そういうやり方やったらね、あそこ何時間おってもいいので、それにおまけにトイレもありますし、まあ売店もね、あるんですよ。売店もありますし、あと自動販売機もあります。それで休憩する場所とかもありますから、あそこで、まあ入場券はね、時間2時間で決められてますので、それしかダメなんですけど、乗車券でまあちょっと乗ってみて、まあ往復ね、まあ400円ぐらいかかってしまうんですけど、名古屋からそのまあ名鉄でまあ金山まで行って、まあその山王駅で見たりとか、それで金山で、その金山からその名鉄から JR に直接行けるんですけど、それまたね、スイカで全部行けるんですよ。それでまた200円またまあ名鉄で200円行って、まあ、JR でなんか200円ぐらい、まあ、かかるんですけど、まあ、その往復400円で、まあ、無限に、まあ、時間に折れるってことですよ、折ろうと思ったら。折れるんですよ、1日折れるんですよ、折ろうと思ったらね。まあ、なかなか1日折るやつは多分、やる人はいないと思うんですけど、まあ、僕はね、全部ね、まあ、12時ぐらいから、まあ、名鉄撮影し始めて、大体どうですかね、あれ、4時半、5時ぐらいまでいましたね。何時か、何やっとんねんって普通の人は思うか分からないんですけど、いやーちょっと撮ってみたいなと思って、この間のね火曜日かに行きましたね。でこの間ね、まあ愛知県でまあフルートの発表会あったんで、でその帰りちょっと夜寄ってで撮ったんですよね。それも1時間ぐらいいましたね。わざわざだから栄でメイフィルのねコンサートがあって、ショスタコーヴィチの交響曲第8番を鑑賞して、でハイドのねチェロ協奏曲とかもやってまして、でその帰りまあちょっと名鉄ちょっと見ていこうかと思って、それ夜が見たいなと思って、夜やったらよう見えるやろと思って行ったんですよ、山王駅に。それで山王駅に行って、そしたらね電気がついてるので、そ中央線もまあよく見えるし、まあ、ちょっとなんですね。ちょっと足の部分が見えないんですけど、まあ、大部分、3分の2ぐらいが見えるんですよ。電気がついてると。だから中央線がちょっと低い部分に走ってますからね。まあ、中央線も、ま、見えないことはないです。見えてますね。ちゃんと見えてます。動画見てもらった通りだと思うんですけど、中央線もよう見えてますし、その東海道線、新幹線とかも綺麗に見れます。でね、その名鉄とかもすごい迫力な動画が撮れましたし、ちょうどね、ミュースカイが2回通ったんですよ。2回で動画を何分割かしてここで出してると思うんですけど、ミュースカイに出てますので見てください。ミュースカイね見て八条ね通過してたんですけど、まあほとんど人が乗ってないなと思いましたね。まあそれは分かりましたな、乗ってないなっていうのは。だからあそこのだから山王駅はおすすめですよ。皆さんね見に行ってください。まあくれぐれもね黄色い線の、まあ、内側でまあ見てくださいね。やっぱりね、迷惑をかけてしまいますし、とっても、危ないですからね。電車はちょっと高速で通過してますので、まぁ、ちょっとスピード落としてるかもわかりませんけどね、あそこら辺は。もう名古屋に着くので。それで、まぁ、名鉄っていうのは、この名古屋の名鉄の駅っていうのが、一番日本一忙しい駅とも言われています。
それ電車の発車とか、発車とかがね、すごい多いとこです。それで、すごいですよ。だからホームが一緒になっていますからね、初めて来た人はもうわけわかりません。抱えてはいますけどね、あれは迷うと思いますよ。僕もわかりませんからね、まあ発着がね、まあ多いっていうことです。すごいですよ。だから、名鉄をね、たくさん見たい場合は、名古屋駅での名鉄で見るのもいいし、さっき言ってたこの山王駅でも見たら、これ JR 東海も中央線も新幹線も見れるんですから、山王駅も僕はおすすめだと思います。どうですか？私、なんか陽気話しましたね、また今日も。まあ、もうすぐ終わるんですけど、まあ、私はそういう感じでいつも名古屋に遊びに行っています。あとですね、もう一つ忘れとった。リニア鉄道館もね、たまに行くんです。リニア鉄道館。リニア鉄道館最後忘れてましたね、一つ。で、リニア鉄道館っていうのは、まあ、名古屋駅から、まあ、青波線。リニア鉄道館っていうのは JR 東海になってるのに、なんか青波線で行くってもなんか不思議ですけど、青波線っていうのはもともと国鉄とかね、貨物がね、扱いのとこやったらしいんですけど、結局ね、それを結局 JR がやめちゃって、まあ、青波線に回渡して、まあ、名古屋がまあ、やってるってことなんですよね。で、線路自体はまあ、JR の線路には繋がってます。その貨物を走ってますので、それで、青波線っていうのを、まあ、25分くらい乗って、それ近所埠頭に行くんですよ、名古屋から。それで、そこで、まあ、リニア鉄道館っていうのがあります。それで、リニア鉄道館っていうのは、まあ、JR 東海で、まあ、昔使っとった車両とかね、もう最近この、もう、運転が終わったっていうね、車両がね、もう、展示されてるところです。あれね、本物ですからね。それで、ね、まあ、ちょっとね、私も知らなかったんですけど、触ったらいけないこと知らなかったんですけど、触ってたんですよね。触りまくったんですよ。それ書いてあることがわからなかったんですよね。で、なんかスーツチャンネルで見たら、なんか触ってはなんかいけないみたいですね。で、なんか書いてあって、ああ、と思ってね。まあ、いつものことなんですよね。僕いつも触っててから後で言われるんですけど、何も言われなかったんですけど、それで、ちゃっかりね、席も座っちゃってね、それでなんか、紙が貼ってあったんですよ。なんて書いたのもわかんなかったんですよ。見えなかったんですけど、ちょっとちゃっかり座って30分はおったら、なんか、親子連れが来て、それで子供がなんか座りたいとか言うて、で、なんか親がなんか座っちゃいけないってなんか書いてあるよっていうもんでさ、いやーと思って、ね、30分は僕座ってたんですよね、700系のとこに。それでなんか席、なんか別に囲ってないから座ってもいいなと思って、なんか紙が貼ってあるんで悩むなと思ったけど、まあ多分コロナのことやろうと思ってね、まあ分かんなかったし、それ座っとったんですよね、30分ぐらい。で、新幹線ででも椅子いいですよね、なんか。700系のね、席、いいですよね。私、広島行っとった時やったんですけど、700系の席ね、柔らかいですよ、クッションが。500系っていうのはあの時走っとったんですけど、今もう、JR 西日本の小玉になったんですけど、今、500系、確か6両編成で今走ってるんですけど、500系のね、椅子は硬いですね。はっきり言ってね、500系の椅子は硬いんですよね。で、700系はね、割とクッションよくって、あれなんですよね。でも500系ってね、なんか、結構ね、頭上がなんか低くてね、その丸くてなんかかっこよかったですね。それで、先頭がね、なんかもうツンとずっとですね、あれがかっこよくてね、500系乗ったんですけど、500系はあの時確か当時300キロ出るんですけど、確かそれ700系は285キロって言ってたんですけどね。でもその車両は結局ね、その500系はもう今子供になっちゃったんですよね。JR 西日本の車両で。JR 西日本の車両みたいですね、500系っていうのは。それで、700系というのは JR 東海の車両みたいなんですよね。まあ、JR 東海と JR 西日本っていうのはこれ続いてますから、新幹線は。まあ、東日本の新幹線はまあ別になってるんですけど、そういうような感じなんですよね。だから、私も新幹線も、よう広島に行った時は乗ってましたね。あの当時はね、やっぱり、700系とか、その500系が走ってた時だったんですよね。
まあでもその新幹線 もう今お払い箱になりまして、まあ500系はまあ小玉になりまして、その700系は今あのリニア鉄道館にあります。でリニア鉄道館にはあのまあ試験車両で走っとった 300X とかあと SL とかなんか置いてあるので、だから120キロが出たっていう最速、世界最速列車がそんな3本置いてあるんですよね、あの前に。であとはあの リニア多分あれ N0 系ってやつですかね、多分 N0 系ってやつが確か置いてあったと思うんですけど、あれ多分試験車両で走っとったやつだと思います。あのまあね、リニアはね、まあちょっとねコロナの影響とかあとまあ景気が悪いので、まあちょっと予定よりは遅れるみたいですけど、だいぶでまあいつできるかちょっとわかりませんけど、あのこのリニアができると、まあ名古屋からまあ東京まで今まあ40分でまあ着くということなんですよ。それ三重県のあと亀山にも一応リニアが、ね、作りたいっていう話も出てます。作ろうかっていう話もそうやって言うてます。あとね、思い出しました、イオンモールね、あの名古屋のイオンモール、のりたけの森っていうところです。のりたけの森です。なんとかの森思いましたね。のりたけの森にイオンモールができたんですよね。まあでもね、のりたけの森にイオンモールができても、まああの名古屋駅はちゃんと何でもありますから、そんなとこ行く必要はないかなと僕は思っていますね。あの同じような店が多分あると思います。あののりたけの森っていうイオンモールです。まあそんなに大きくないみたいですけどね、あのそのイオンまた出て流行るんかどうか僕は分かりませんけどね、その名古屋駅の近くで。あのまあ駐車場料金とかはね、あのかかるみたいですけど、あのまあ皆さん行かった興味あったら一回行ってみてください。名古屋駅から歩いても行けますし、バスでも地下鉄でも行けるそうです。まあ、私はね、まあ同じものがあるよって、まあ偉いだけやろと思ってまあ行かないんですけど、それで、ね、なんか足元が怖いとね、まだ怪我しても嫌やし、まあ変なとこにね行かないんですよね。まあでもあれですね、名古屋も昔は本当に何にもなかったんですけど、なんかこの20年ぐらいでなんかパッと変わりましたね。この何でも昔はね、東京とか大阪に、まあ東京に行かなないやろとかって言うとったんですけど、今もう名古屋もまあ東京みたいには行かないんですけど、やっぱちょっと東京に近くなってきましたね。なんかそうやって東京の店とかもいろいろ進出してきましたし、飲食店もね、美味しい店とかもたくさんできたんですよ。で名古屋駅のどこもね、そのレストランっていうのはね、あんまなかったんですよね。だから松坂屋が結局潰れてくれたもんでっていうたまにんですけど、だからまあ、だからそれでゲートタワーも、まあゲートタワープラザができて、レストランがすごい増えて、だから、あれですね、名古屋もね、だいぶ発展してきましたね。で、まあ、私はね、まあ、名古屋ね、雨の日は一日うろうろしてるんですよ。家ばっかおってもおかしいので。まあ、ね、ああでもない、こうでもないって言って言いながらね、まあ、名古屋を歩いてます。それでね、あとね、最後にね、忘れてましたけど、あの、奈々ちゃん人形もね、最近ね、ちょっと注目してるんですけど、奈々ちゃん人形のまあ衣装とかもね、面白いですよね。なんかすごい、なんかいい柄ですよね。あんな服僕も欲しいなと思いますけど、あんな派手な服着てどうすんやとかって思うんですけど、最近の奈々ちゃんね、すごい派手な、格好してるじゃないですか。動画も多分載ってると思うんですけど、奈々ちゃん人形も結構ね、面白いですよ。で最近はね、なんか毎日は服変わらないみたいで、まあ、3日おきとか4日おきに変えてるみたいですね。それで変えてる姿も僕見たことあるし、看板もちゃんと張り替えてるみたいで、あ、でもね、なんかお金かかってるみたいですよ。ただじゃないみたいですね。あれは多分名鉄が多分業者に雇って、あれやってるみたいな感じですね。で、奈々ちゃん人形っていうのはなんであれできたかと言いますと、まあ、待ち合いのスポットなんですよ。それ何も目印がないから、奈々ちゃん人形っていうのを置いたらしいですよ。それでまあ名古屋駅に銀の時計とか金の時計とかなんかあるんですけど、あそこもまあ待ち合わせのためになんか作られたもので、まあ時計ね取りたいですけど、なんか人が呼んで取れないんですよね。なんかいつも人が取ってるから、時計はちょっと取れなかったんですけど、
っていうことですね。もうなんかよく喋りましたね。ではね、まあ話がもういつになったら終わるかどうか分かりませんけど、それとですね、皆さんこれ何か知ってますか？あとこれね、ちょっと友達からプレゼントされたんですけど、これね、ペヤングのね、極激辛っていうやつはなんですよね。で、友達にも食ったかどうかって聞かれたんですけど、なんか YouTube 聞いたらね、めちゃくちゃ辛いとかっていう話言ってるんじゃないですか。で、皆さんこれ食べることありますか？まあ、いずれでこれ食べるんですけど、まあ食べれなかったりして。で、私はもうその台湾ラーメンは4辛って言っとったで、もう4から1は食べないんとちゃうかなと思ってるんですけど、で、友達も食べたことないって言ってるんで、なんか説得力ないなと思いますけど、なんか友達はね、食べたんかどうか、どうやったって聞くんですけど、なんかね、ヒカキンはなんか食べられやんだとかって食べたんですかね、あれ確か。ヒカキンと確かね、はじめ社長が食べとったんですけど、これを。二人で半分ずつ食べてたんですよね。もしかしたら辛いもんが、あの二人が苦手だったんかもしれないですけど、ねえ、ちょっとあれ聞くとびっくりしますよね、なんか。まあ私は基本的に辛いもん好きなんですけど、やっぱ限界がありますね。いやね、まあもう、そろそろ終わりますね。まあ長い話になってしまいますので、また、食べ物のまた話をまたここでしましょうか。ね。まあ、おかしな話をまだしてませんので、まあ、本日はね、まあ、今日はこれで終わります。まあ、皆さんよかったらですね、私の話をね、まあ、参考にしておいてください。それでね、まあ、名古屋の施設とか私は無料になってますけど、無料にならない人もいるかもしれないですけど、申し訳ないです。お許しください。では、すいません。まあ、ちょっと今日はこれで失礼します。今日も長い間ね、お付き合いいただきありがとうございました。